うっす。じゃあ2日目頑張りましょう。ちょっと早いけど。さあやろうやろう。48位。46ってことは2時から3、4、5、6、7、5時間、5時間で46ってことは大橋80万ぐらいか。あ、早いね。これマジでこの特攻だったらあれかな、24時間やり続けんと取れんのかな。10位。もうちょいいるかな。さあ箱ドロップからもうちょっと特攻欲しいな。限定券欲しいですね。それかグレード券から限定欲しいな。85以上。今日 J リーグ合ってましたね。 J1 ね。皆さんのひいきのチームは勝ちましたか？10位以内目指す。いや、でも、どっかで行くよ。どっかで多分。一日やろな。まあ、一日か二日ぐらいかな。まあ、行っても、どうやろうね。平日かな。平日だな。休日みんなの方が多分有利だわ。僕より。1試合2万ぐらいで、ってことはまあ 1時間40試合ペースでし続けてたらまあ今10位ぐらいってことか。もうちょいいるね。600%ぐらい欲しいな。まあ早い話ね。あの普通の限定券で出てくれればいい話なんですけどね。走りたくないから僕も正直。僕正直あの件で済むんだったら済ましたいんやけど、甘くないっすよね。そんなに よし。初日200万ぐらいやったね。っていうことはまあ、今日で300万ぐらいかな。100万ぐらい上乗せするやろ。400までいかないやろ。あやまさんこんばんは。1日目は神とカバちゃんチャレンジ爆死でした。ダメやった。20位台、そうなんですよね。せめて50位内が 20% とかあればいいのね。そしたら頑張るんやけどね。まあでも50位と100位の差はそんな開かないからね。結局なんかある程度の時間まではねついていっとかないときつくなるからな。今日も言うて50位と多分100位の差って多分数十万ぐらいやろ。3、40万ぐらいしかなかったよね。まあ多分配信まあでもそんなきつくないけどね。ボーダー特攻あれば多分僕の配信中とかにずっと回してたら正直まあ入れるよねぐらいのとこではあるよね。後半はちょっと分からんけど、まあ今種目的にも差がつきにくいってのもあるんかな。普通にセービングとか来ねえかな。セービングとかの方がやりやすそうやけどな。
れ 5% もない、どうやろうね、いや 5% ぐらいない、でも 5% ぐらいあるんじゃない、 5% もないんかな、 3% とかぐらいの、 1% で 2% っていう可能性もある。グロすぎる、 2% は、 5% は欲しいね。だからこそ 50% の価値があるっていうのもあるんやろうけどな。50以内し100以内はなんとかいけるんで、ラッキーパンそうだね。ここでラッキー欲しいよね。ここでラッキー欲しいっすね。僕も何枚いけてるんやろうね、今まで。普通に。何枚蹴ってるやろ、一回も当たったことないな。限定券当てた、あ、限定券じゃない、月間券当てたことないよ。10回は蹴ってると思うけどな、まあ、5% やったら20回に1回でしょ、そろそろじゃないかなと思うんやけどな。大宮さん3年連続5月にからしいね、なんか解任したらしいですね。解任ブースト使ったの早いよ、早くないか、大宮ね。別になんか、どうなんだろうね。まあ J2 でもまあ結構苦しんでるチーム多いやろうけど、下の方ね。いかに早く沼抜けるかよな。いかに抜けるか。すごい大事ですね。シーズンね、3分の1ぐらいだもんね。まあでも補強してうまくいってないってことは、まあ補強するそのなんていうかな、見る目がないんだろうね。単純に合う選手を連れてこれてないんだろうね。まあ怪我とかもあるかもしれんけど、大宮さん、相馬さん切れば解決ってわけじゃない。監督の問題かどうか難しいよね。大宮は別になんか普通に、なんかね、序盤とか特に結構いいサッカーしてた時は、良さそうやったけどね。銀。結構さ、グレード権結構落ちてるよね。僕、昨日配信切った途端にめちゃくちゃ落ちたんやけど。配信つけてたら落ちないんだよね。配信外結構拾えてますけど、美味しいんすけど、普通にガチャ券100枚ぐらいいきそうなペースで落ちてるんやけど、多分1日昨日だけでも10枚は多分僕落ちてると思うよな、1日でガチャチケとか入れたら10枚は絶対落ちてるな。配信中でだって5枚ぐらい落ちたもんね。配信外で多分、あ、なんだ、配信外でワンチャン10枚ぐらい落ちてないかな。結構落ちるね。70件、75件、80件。85件は1枚落ちた。顧問件は4枚落ちた。1日目で4枚。早すぎ。21枚ペースよ。3721やからね。しかも別にまだ序盤やからそんなに飛ばしてるわけでもないのに。これマジ相手のキーパーポープウィリアム選手やめてほしいよな。結構弾いてくるんよな。ノーマルシュート打ったら弾かれるよね。コインラッシュが始まった。コインマジでいらんな。大宮アンジェロッティ以外レンタルバックという名の方針。アンジェロッティ選手良かったけどね、最近どうなの、いまいちあんま聞かないね、名前ね。序盤良かったけどね。顧問権。顧問権でもいらないんだよな、そもそも。欲しい人は欲しいと思うんだけどね。僕はいらないんだよね。
そう、ライト券というか限定券欲しいですね。やっぱね、チャンス欲しいね。アイブさんおつです。限定券欲しいね。うん、交換しようと思えば交換できるんやろうけど、そろそろ。いや、85以上で特攻乗るやつ引きてしたら楽なんにな。もうちょっと、もうちょい楽になるね。いますけどね、何人かそれらしき選手。とりあえずディサロのグロは引けたわ。あ、グロじゃねえや、ディサロのフォーカスは引けました。ちなみに完凍しました。もともと持ってたやつあったからね、ディサロね。何気に僕ディサロのライト券初めて、なんか限定系を初めてゲットした気がするな。ライト券とはいえ、今日でもね、あれなんですよ、1回目の、限定券蹴る前に、蹴る前は山形時代のやつで蹴ったんですけど、今日その後にライト券で手に入ったから、明日は行けるよ。明日は行けるよ。今日ワンチャンのベストゴールの顧問券に蹴らしてやろうかなと思ったけど、フォーカス券で行くわ。明日は、明日フォーカスディサロで挑戦しよう。壁に誰に蹴らすか大事だからね。去年も解任された時、ゴールキーパーの南が監督だけの責任だろうか、間違いなくそうじゃないと思いますって言ってたんです。そういうことです。まあ、チーム改革が必要ってことやな。うん、まあ、それがね、難しいよね。そのまあ、そのなんていうんかな、まあ、その何かを変えないとダメっていうのはまああると思うんですよね、簡単にね。確かに、まあそれはそうだと思うんですよ。ただ何を変えたらいいのかっていうのはまあちょっと難しいよね。うん、で、まあ選手を補強する金があるのかどうかとか、なんかいろいろあるんじゃない。監督切った方がまあリスク少なく済むんじゃないかみたいな感じで切ってるんじゃないの。それで変わってくんねえかなみたいな。気持ちわからんこともないけどね。うん、ただまあ誰かのせいだけではないとは思うけどね。うん、まあいろいろ要因があって調子が良くないんだろうから、まあ一つ切ってなんか一つ変えたらうまくいく可能性もまあ当然あると思うんですよね。まあ、それは当然あると思うよね。うん、ただそこの、まあ、選択っていうか何を変えたらいいかっていうのは、まあ、難しいよね。だって監督変えなかったらじゃあ何変えるんだってなったら、またそれはそれで多分ねえ、うん、何かは変えないといけないやろうから、何を変えるかだよね。要は何を変えたらその沼から抜けれるのかっていうのを多分まあいろいろ考えてはいるんだろうけど、まあそれの結論なんだろうね。うん、難しいよね。難しいと思うよ。でも結果が全ての世界やから、まあ監督が切られても仕方ないのは仕方ないんやろうけどね、正直な話。スポーツ界ってね、厳しいよね、結構。指導者とか。選手丸々変えるわけにはいかないっていうのもあるんやろうけどね。うん。ね、ある戦力をどうにかうまく立て直してくれる人を見つけてこないと、まあ確かにね、J3 に落ちちゃうとかなったらシャレにならんからね。まあとりあえずなんかその場しのぎで、まあなんとか食いつないでますみたいな感じなんだろうね、今ね。だからまあそのループからいかに抜け出すかだよね、そもそもね。そのループにはまってるのは、まあ、その同じことを繰り返して繋いではいるんだろうけどね、最悪の結果にはならずにね。うん。まあ、それはそれで、まあまあまあ、それはそれでね、まあまあまあ、まあ、良くはないんだろうけど、同じことを繰り返してるからね。まあ、とりあえずその繋いでるうちにどうにかしないとやばいよね。まあ、なんかいろいろ策は考えてはいるんやろうけど、裏事情ありそうやしな。納得しないからね、多分見てる人がね、そもそもね、何かを変えないとね。じゃあ負け続けますっていうね、何も変えずに負け続けますって言って誰も納得しないもんね。まあ、それの一環として一番やっぱなんかミスアピール、アピールとかもあるんだろうね、それこそね。まあ立て直す気ありますよみたいな、それの一環としてまあ監督を切るという選択をしてるのもあるんかな。
どうなんだろうね。場も2000あるのですが、今回のガチャ引いた方がいいに入らないね。うん。今はね、引かない方がいいよ、ガチャは。基本的にね、次ガチャ引くか引かないかね、やっぱね、周年まで待った方がいいですね。おまけとか含めていろいろ、もろもろ考えたら、周年まで絶対待った方がいいと思う、ガチャは。場も持ってる人ほど、そうした方がいいと思う。余計に。レオセアラ限定引けないのに23レギュラー CF に揃えたらなかなか決めて、まあ、意外とね、レギュラーもね、別にまあ、悪くないからね。タレントだけ見たら大宮さんがあの順位におかしいですね。うちにも監督もってありと思いますが、編成がそもそもおかしか、だからまあ、なんていうかな、その、シーズンオフとかにね、補強して、まあ、こう、まあ、その想像の範囲内で補強はしてるんやろうけど、まあ、うまくいかないんだろうね。その、うまくいかない原因をいかに早く見つけれるかはね、まあ、大事なんやろうけど、なかなか難しいんだろうね。まあ、J2 のカテゴリーの深さでもあるんやろうけどね、そういうのがね。なかなかな。一番わかりやすい、そう、一番わかりやすい、なんかやってますよ、みたいなね。とりあえず、まあ、やる気はあるんだよ、みたいなね。そういう、まあ、見えるは見えるよね。確かに何かを変えようとしてるんだなっていうのはわかるけど、難しいよね、でも。一番いいのは結果が出ることやけどね。まあね、競ってる以上は仕方ないからね。1位のチームいれば、同位のチームもいるわけやからね。まあ、それが勝負の世界だから、綺麗事で回るような話じゃないのは、それはそうなんやけどね。まあ、そうならないようにみんな頑張ってるもんな。難しいよね、スポーツの、そういうなんか、マネージメントの世界とかは。僕らが知ってるつもりでも知らないことって多分いっぱいあるんだよね。ああいうなんか、現場の世界っていうのは、まあね、一ファンからじゃ見えないじゃん。基本的に、その事情とかね。だから難しいんだよね。だから、みんなが納得する答えとかないと思うんやけど、まあ、納得するとしたらもう結果出すしかないね。チームがうまくいくしかない。で、お言葉を、社長さんがホームページ。今の現状についてみたいな。お気持ち表明か。マリノス早くない？ 7 時キックオフやなかったっけ？早くないか。言うても、それなりに経ってるか。前半の、もう前半終わるぐらいか。後半か。前半の後半か。グラグラさんこんばんは。今日はデジタル使うフレームはね、おかしいよね。予定狂いましたね。うち金ないっすよ。なんかあれよね、資金格差すごそうよね。サッカーってね。まあ野球も、まあスポーツ界はそうやろうけど。資金繰りね。大変よね。ケンさんお疲れっす。アビスパも勝てんよ、最近。勝てんけどね、まあ別になんか今日もそうやったけど、内容が悪いかって言われたらそうじゃないんだよな。なんかまあ、肝心なとこ決めきれてないから勝ててないだけであって。まあいい意味で言ったらね、今日もまあ無失点で言ってるしね。危ないとこあったけどね、何個か。また来た。5枚目。おい、いい手も、来んな手も、ライト系1枚も来んのになんで顧問系5枚も来るんよ。いらんって、香川くんのキラぐらい持ってきてくれよ、じゃあ。まあいいね。いいね。そう、せめてそこ欲しいわ。せめてそういうとこ行こう。せめてね。せめて。はい。いや、西川選手は良かったね、今日も。てか、いいキーパーに阻まれてるよな、2節。まあ、イルギュ対、前節もね、イルギュにやられましたからね。前節もいいキーパーに当たり、
今回もいいキーパーに得点圏2回ぐらい防がれましたね。2個ぐらい入ってたんじゃないかみたいなのがあったね。決めきれんやったけど。今日も惜しいのありましたけどね。何個か。3個ぐらいあったね。なんだ。3個ぐらいありました。決まってもおかしくなさそうなやつが。まあでも、総じて言えるのは、やっぱ、今野くんは素晴らしいよね。毎試合、クオリティ高いよ。うん。あとは、決まれば。もうグレード90クラスですね。うん。活躍値で言えば。まあ、そもそも、ルキアンが86の時点でアビサポなんていないんだよね、運営に。ルキアンなんて今日もすごかったよ。今日もね、要所で守備ちゃんとやってたしね、まあ顔出すとかちゃんと顔出してたしね、まあ運動量もあるし、完璧、まあ完璧、あとはまあね、数字の面がね、ついてくればいいんやろうけどね、ルキアも頑張ってるからね、そういうのを犠牲にしてね、自分の成績、な、その目立つような成績とかを犠牲にしてちゃんと動いてるしな。試合はなんか別に見てて、なんかちょっともどかしいですけど、まあ別に内容が悪いと思わないんだよね、見てて。ちゃんと戦ってんなっていう。まあそれは要所決まんないだけで。でも決まれば勝ち出すんかなと思うけど。まあ、裏もでも何個もあったけどね、惜しいとこね。裏側も多分同じ気持ちなんだろうね。どっちもどっちみたいな感じだったね。まあいい試合でしたよね。消化不良ではあるけど、まあいい試合ではあったと思う。別にだから見ててそんなフラストレーションたまることもないし、惜し、その点が決まらないだけかな。香川選手ね、そのうちまあフォーカスとか来そうやね。うん。今日ガンバ横断幕も出さない、ちゃんと歌わないみたいです、90分。でもなんかファンがちゃんとやってたね。ボイコットも、まあまあ、いろんな意見あると思うんですけど、あれも。まあでも根本にあるのはサポーターとはっていうとこだと思うんだよな、僕は。僕はね。僕は思うけどね。なんか僕は都合のいい、なんていうかな。まあその、まあわかるよ。そのなんかね、向き合ってくれてないなって言って、まあ確かに応援をやめるっていう選択肢も、まあ別に悪いっていうか、まあ一つの手段だと思うんですけど、僕はなんかそういうふうには向かないかなっていうだけで。なんかそういう考えはまあ理解できる、普通に。まあボイコットだよね。難しいよね。まああれもね、チームが勝てばいいんやけどね。チーム勝てないからね、苦しんでるんやからね、いろんな。まあ、選手もそうやろうし、見る側もそうやろうし、運営側もそうやろうし。いろんなとこが苦しんでの、まあそれぞれの行動だからね、別に否定はしないけどね。まあでも本当になんか、その、まあ、まあ、勝たせてやろうぜぐらいの気持ちがあってもいいんじゃないかなってちょっと思っちゃうよね。その応援なんか応援しないから応援すんなとはなってないからね。そのベクトルに向いてるのは、まあ一部の人だと思うんだよね。どっちかというと、勝てない時だからこそ応援してあげてほしいなっていうのは、まあそっちの考えの人が多そうやけどね。スタジアムにわざわざ行って見に行くんやから。だって、ねえ、ね勝つ試合見たいから行ってるんやろからね。じゃあ何ができるんだってなったら応援するぐらいしかできないからね。見に行く側からしたら別に自分がサッカープレーできるわけでもないし、何ができるんだと思ったらもう、勝ってくれって応援するぐらいしかないから応援しないってなったら、じゃあ何しに行ってんだって感じになっちゃうような気もするけど、どうなんでしょうね。まあ一つの行動であるだと思うんやけど、ただその、民衆とはちょっとやっぱずれてると思うんだよね。応援団としてのなんか見解としては別になんかまあそういう考えもあるんだろうなと思うよ。ただなんか、民衆はそうは思わないだろうなっていうのは普通に思うな。まあそこはもう立場の違いとかもあるんやろうけどね。アウェイとかだったらまあわかるけど、ホームとかでやっても結局みんな応援しだすんじゃねみたいな。ね。みんな応援するんじゃないかな、おのおの。応援なんか応援しなくてもね。
なんかあれみたいになるよな、あの野球で言ったらあの時のあの MVP みたいになるよ本当に、ロッテの行き過ぎたら。うん、僕好きやったけどね、あの応援歌ああいう風にはでもなってほしくないよね。なんかそのね、応援団とファンが決裂、応援団と球団とかが例えばね、チームとかがクラブとか喧嘩して、で結局そのね、せっかく応援団とかでやってるのになんか結局嫌われて追い出されてみたいなのは、まあ、いいよね、いい結果ではないからね、あれ最悪の結果ですからね。ああならないように、まあ、うまくなんか折り合いつけてね、うん、住んでほしいですね、こういうのね。うん、それが一番最悪やろからね。そう、佐藤涼河選手のヘディングね、もうほぼ決まってたみたいに、あ、入ったかと思ったけど、マジでついに決めたかと思ったら弾いてたな、サイドやったな、一回弾いてたね、入ったかと思った。いや、今日もね、佐藤涼河選手もね、良かったんですよ。結構頑張ってたよね。アビスパはなんか、まあいい意味でも悪い意味でもなんか、その点が取れないのは多分、点を取る方だけにベクトルが向いてないからだと思うんだけどね、単純に。まあ仕方ないっちゃ、仕方ないっちゃ仕方ないよね。まああれのおかげで点取られてないんだろうからね。なんとも言えないよね。まああれも一つの形なんやろうから。そんななんか大量点取って勝つようなチームじゃないから、別にあれでいいと思うんやけどね。まあ、あの展開に持ち込んだら、まあ、正直、今日はアビスパの展開やったと思うけど、結局ね、その一本決まるか決まらないかのとこが決まんなかったから、まあ、ドローで終わってますけど、まあ、展開的にはね、まあ、アビスパペースと言っていいんじゃないかぐらいのね、前半 0-0 で終えたりとか、まあ、セルっていうのが、まあ、なんならね、一個取り消しになってついてたしね。ついてましたからね。ハンドなかったらね、完璧に崩されてましたからね。興梠選手やっぱエリア入ったらうまいね。うまかったね、今日もね。この前もなんか似たようなね、あれ何戦やった、川崎やったっけ、なんか似たような、あんな感じのゴール決めてたよね。興梠選手エリア内で。キックフェイント入れて決めてたやつあったよね、なんか。あれの二の前になりそうな、まあ、ハンドなかったらなってたんやけど。アシストやったけどね、今日は。でもいいね。いいなと思ったよね。まあ、ああいうとこなんだろうね。技持ってるよね、やっぱね。銀。なんで配信しだしたらさ、ガチャ券落ちないんだ、こんなに。配信外で結構落ちるんだけどな、グレード券。配信つけたら落ちないんだよね。いいスコア、うん、今日はね、いい引き分けやったと思うよ。まあ、引き分けで終わったら勝ちたかったって言うんやろうけどさ。なんかまあ、別にそのフラストレーションたまらない。なんか、まあ、悪い引き分けではなかったと思うな、少なくとも。要所要所はあるやろうけどね。それ言い出したらきりないからね、そのね。ああいうのがなかなか決まらないのがサッカーやろうからね、そもそもね。あんなバンバン決まりだしたら面白くないからね、逆にね。毎試合5点ぐらい入っちゃうからね。4、5点とかね。あれが決まらないのがまあ、いいんやろうから。ある意味。初日50まくられた。50ね。コイン目当てなら50入りたいですよね。僕はもういい、コインはいいから譲った。譲ったというか、まあまあ別に50以内入らないでいいから、その、コイン目当てで頑張ってる人がいたら別に譲るわ。別に自分が50入ろうが入らないがあんま関係ないからね、僕は。50の枠はね、譲ろっかなと思ってるよね。別に僕なんかユーザー、なんかまあまあ、別に僕がね、その4000コイン取ってもね、無理やりと思ってる。追う意味もないしね、僕からしたら。それったらね、まあ、45万とか、50万とか狙ってる人にね、順位取ってほしいしね。一週間大変やからね。でも今回はまあメインね、毎日50以内とか入れたらね、結構でかいですよね。コインだいぶ浮くもんね。だって、プラス3000枚ぐらいってことは3、7、21やから2万枚ぐらい浮くってことやからね、通常からしたら。でかいよね。別
通にでかい。応援したいからスタジアム行ってるんじゃないのって、なんかその応援団の人たちは、なんていうかな、まあ、ちょっと普通のあの客と感覚はずれてるとこある、ずれてるというか、ちょっと感覚がやっぱ違うところはあるよね、どうしてもね。だからそこのずれが、多分そのボイコットとかそういう違うベクトルに、多分観客と違うというベクトルに向いちゃうんだろうねっていうのは、なんとなくまあ、わからんこともない。立場とかね。まあ、その立場になってみなんてわからんからね。でもなんかまあまあまあ、まあ応援団の人たちはさ、だってあれも応援団の人たちなりに何かを変えようと思ってやってるやろからな。だから難しいんだよね。誰が間違いとかさ、正解とか、そういう単純な話じゃないんだよね。多分。だからなんか、悪者にするのもなんかちょっと違うのもあるんだろうね。日頃だって、ね、応援のなんか指揮取ってくれてるやろから、そこは感謝するとこあるやろしね。そういうのが帳消しになるわけじゃないのかな、別にね。まあ、難しい話だよね、そこは。鹿島が神戸に惨敗した時の映像は YouTube にありますが、バス浴びせてるのはコアサポ中心部のみで他が。いや、そうなんだよね。ああいうのって大体、まあ一部の、まあでもああいう、なんか悪役な人たちもなんかあってこそのあの雰囲気なんだろうなって思っちゃうよね。正直、まあヒールみたいなに見えちゃう人たちがいて、いるからこそなんかあの周りの温かい声援がさ、なんかねえ、なんか映えるじゃないけどなんていうか分かんないけど、まあなんかいい雰囲気出してるのもあるから、なんかね、面白いよねまあ汚れ役かくってるようにも見えるけど、まあまあ、まあ、ああやって言う人もいれば、そのなんかね、後押しする人も いて、なんかそれでなんか成り立ってるみたいな。なんか鹿島はさ、なんかあるじゃん、調子悪かったじゃん、調子悪かってさ、バス囲みとかしましたと、でそれでちょっと良くなってるとダメになって、次ああいうのがあって今調子いいじゃん。反骨精神すごいんかなと思うよね。プロらしいっちゃプロらしいよね、ああいうとこね。もうすごいと思うよね。一歩間違ったらあっから腐っていくじゃん、普通ね、雰囲気悪くなってね、無理でしたっていう未来もあったろうに、まあ、ちゃんとね、まあ、力に変えて頑張ってるんやったら。でもそれなんか難しいけどね。でもそれだからなんかね、まあ、きついことは浴びせて正解だったなとはね、ならないと思うんやけど。お、55件からワンチャンスくれ。そろそろね、僕ね、なんかね、グレード券が火吹きそうな気もするんすよね、ちょっとね。まだないのか。55件といえばフォーカスドプレイヤーなんですけどね。僕の中では。55件はフォーカスドプレイヤーチャンスないけどな。結構印象いいんだけどね。ダゾン結構 J クラのシームやってるよね。でもユーザー増えてないよね、多分。増えてんのかな最近。ちょっと増えたんかな、わかんないけど。コインじゃなくて、そうだよな。リサロ餌欲しいですね。センス抽選受けれますからね。欲しいな。平日がきついよね。しんどいもんな。ディサロさん、お疲れっす。ディサロゲットしたよ、今日。コモンとフォーカスドプレイヤーのディサロはゲットした。だからあとはもう本体だけという。外堀埋めたわ、初日で初日で外堀埋めたわ。いいね、いい流れだ。鹿島サポは厳しい。そのあれもあるよね。そのプライドみたいなのもあるよね、多分ね。なんかあの、例えば、あの、まあ、それこそね、いい思いしたことあるサポーターの人たちは、まあ、その、ハードルがどんどん上がっていくわけじゃないですか、チームに対しての。まあ、この順位じゃないといけないみたいな。例えば、万人優勝争いしてるチームが10位、まあ、例えば、
ね、まあ8位とかにいたとしても足りねえなと思われるやろうし、まあいろいろある、まあ厳しいとこあると思うんですよね、やっぱ見る目がね。その中であんだけやばかったら、そりゃああなるよなとは思うんやけど、うん、まあなるよな。今日そういえば横浜 FC 勝ってたね、川崎にね。やるね、持ち直したか。やるね、今日勝ってたね、2-1で。何が良くなったの、そんなに。ブローダー戦復帰ですか、キーは。エクスプレスさんこんばんは。マスメディア特攻回復場もプレイ時間すべてを取らないときついね、ログを気に入らない。いや、いいと思うよ。いや、マスメディアね、辛いっすよ。普通のライベって、例えば、最初ガーンって突っ込んで入るじゃん。ガーンって突っ込んで入って、ちょっと、ね、休憩してとかができるんですけど、ペース配分が自分でね、マスメディアできないからね。それがきついよね。自分でペース配分できるんだったら、まあ、多少は、なんかその、自分で、ね、ある程度。そうですね、自分でやる量は制限できたりとかね、調整できるんですけどね、毎日やっぱ一定の量はやらないといけないっていうのが辛いよね。走り慣れてない人とかだと特にきついと思うんだけど、マスメディアは本当にね、1週間犠牲にしてお金と時間とね、労力を犠牲にしてやらないと、まあコインのね、あれは取れないですからね。人間やめるしかないですね。一週間ね、廃人にならないといけない。キャッチ&リリース。あれや、ちゃんとキャッチして受け止めて、あの、定着させてほしいよね、ユーザーね。ある程度リリースはしてるやろからな。85落ちたいいね。僕も欲しいっす。昨日ちなみにスオービック選手でした。いいね、85件でスオービック出るとか贅沢すぎんか。よくよく考えるとね。贅沢よな。金旗クラスやぞ普通。金旗クラスよ。それはダゾーン。まああれよな、ダゾーンで流すぐらいやったらもう球場、あ、そのスタジアムになんかやれよと思うけどな。そっちの方がいいやろ。もうポスター一個で貼っとった方がいいんじゃないと思うけどね、ダゾーンよりもね。てか普通になんかあの業務提携すればいいのにな。何回も言ってるけどね、もうスタジアムに来るお客さんはとりあえず J クラに誘ってくれ。いっぱい来るやろ人。いっぱい、そっちのは絶対、とりあえずそこ定着させてから、その人たちが周りに広めて、周りの人たちが増えていったらユーザー増えるやろうけど、そのね、外の部分にね、とりあえず、あの、興味あ、J リーグに興味ある人を定着させようぜ、つって。知ってもらおうぜ、とりあえず。知らない人多分いっぱいいるから、まだ。とりあえず。人間の欲は無限大、そうなんだよね。しかも、なんかその、慣れてくるんだよね。その、なんかね、難しいよね。あの、納得できなくなってくんだよね。最初はさ、だからアビスパも多分そうだと思うんですよ。アビスパも、昇格して残留しできなかったところで残留しましたと。で、まあね、ある程度定着しかけてますと。ってなった時に、多分そのうち、なんでこの、今のね、例えばまあね、中間ぐらいの順位でよくやってるなって多分言ってくれる人もいるんだけど、これ続くと、いつまでその順位んだよって多分言われるんだよね、そのうち。優勝目指せよみたいな。ってなってくるんだよ。だから、勝ってるチームなんて余計に多分ひどくなっていくと思う。毎年優勝やみたいな感じでしょ。毎年うらみたいな。まあ、それきついよね。毎年優勝。まあ、あんだけチーム数あったらね、なかなか厳しいですよね。本当に、完成度高くないと。で、しかもさ、あの、サッカーって結構接触あるから、どうしても怪我人とか出るじゃん。そもそも。難しいよね。その、毎日ってか毎節決まった選手たちがその怪我とか疲労とかなしで使えるとかやったらね、そういう条件とかだと安定するやろうけど、そもそもなんかそういうところの運とかもあるしね、なんならね、怪我しない運みたいなとかもあるじゃん。だから難しいっすよね、毎年安定した結果を残し続けるのは。
それができるってなったらもう本当に余剰戦力持ってるチームしか無理やから、なかなか厳しいよね。織姫さんこんばんは。選手評価見てシャウル選手欲しくなりました。今回唯一銃つけたんじゃないかな。うん、オール銃で出しましたね。オール銃が今後何人出てくるんかな。人限定に1人出たらいいんぐらいじゃないかな。人限定に2人とか出てきたらすごいいい限定やと思うな。だいぶ評価基準上げたもんね。上げた、ハードルを上げたね。ハードルをガツンと上げましたわ。でもね、あれの方がいいと思うんだよね。僕もね、そのなんか、もともと選手評価っていうのは、その、なんていうかな、僕がさ、そもそも、まあそのなんていうかな、去年の、まあちょうどシーズン開始ぐらいに、J クラね、まあもともとちょこちょこやってたんですけど、動画はね。で、まあ本格的に力入れますって言って、まあ、やっていこうってなった時に1年生なわけですよ、言ったらね。まあ入学したてみたいな。もんじゃないですか。一年目はそんなに派手にやるつもりなくて、で、そのなんか評価のニュアンスとかも、まあ、なんていうかな。まあ、それなりに伝わればいいかなぐらいでやってたんやけど、まあ、二年目になったから、なんかもっとなんか、ね、なんか細かいところの差っていうのを、多分そのなんか見てくれてる人もわかるようになってくるんじゃないかなみたいな、あるじゃん。みんなも2年生なわけじゃないですか。僕の動画もし去年から見てくれてたらさ、みんなも2年目なわけじゃないですか。ってなると、そのね、今までなんか濁してきたところをより伝えようと思っても伝わるんじゃないかな的なね、うん、って思って評価基準を広げて、なんかその今までだったら一緒の基準にしてた選手に差をつけて、まあ一応口では言ってたんやけど、まあ、目に見える評価ではね、さあつけなかった選手とかもいるんやけど、だから多分僕の動画見てくれてる人の中に、なんでこの選手が4なのに、この選手が4なのっていうのは結構あったと思うんですよね、単純に。でもそこはなんでかって言ったら、その4の中にも4.2 ぐらいのやつもあれば 3.8 ぐらいのやつもあるんですね、単純にね。うん、細かく言ったらね。だからなんで一緒なんてなったら、本当は4の中にも差があるんだけど、4なんだよね。おお、なんかその試合購入したら4なんだよね、みたいな選手たちが、今までなんかつけづらかったんですよね、正直ね。そこまでつけてなくて、正直。今はなんか結構はっきり、うん、つけてるつもりではあるかな。だからそれがゆえに今までなんか、どっちかというとその、切り上げる方が多かった分、結構辛い評価にななんか辛い評価に見えちゃうと思うんですよね。前よりはね、どうしても。今まで切り上げてたやつを切り上げなくなったから、評価も、まあ言ったら1個分ぐらいね、下に行っちゃってたりとかすると思うんですけど、だその中で言う10って本当に多分ベスト11級かなっていう感じかな。前の5は、なんかまあ、うん。前の5は、なんか5でもまあ、その5の中にも当然ね、さっき言った通り差があったからね。完璧な5もいれば、まあなん、まあちょ、まあ、ギリ5みたいな。もあったりするしね。まあ、今はでもそんなに幅はないと思っていると思う。湘南の大橋選手ならレギュラーやなくてフォーカス良かったです。確かにな。グレード差7ぐらいあるしな。超次元いいよね。僕も超次元持ってないですよね、よくよく考えたら。スタジアムでピッチ脇の広告にジェクラありますけど、効果ははてないですね。うん。なんか、あれだよね。もっとなんか、人が見るところっていうか、なんていうかな、目に入るところ、もっと。になんかね、いや、毎日じゃなくていいと思うよ、単純に。なんか、なんかそういうなんか、ね、現地と、なんか、まあ、なんかキャンペーンみたいな組んで、別に毎試合やんなくていいと思うし、なんか節目の時とかに、なんかそういうブースみたいなの作ればいいのにね、現地にね。それだけでもだいぶ違うと思うけどね。本当にアウェイのマリノスのちゃんとだけがスタジアムにこだわっちゃう。
マジか。それホームじゃないじゃん、むしろ。客は多いんだけど、みたいな感じか。だからそれがさ、それで勝てばいいんですよ、単純な話。ね。負けた時の虚無感半端ないやろな。結局、応援しなくてもね、応援してないから負けたってなったら、もやもやすると思う。もやもやしないんかな。だってボイコットしたところでさ、その落ちるとこ、まあ別になんか成績上がるわけじゃない、成績上がるわけじゃないというか、単純に、なんか、それで勝てばいいんですよ。極端な話。うん。それで勝つ、なんか未来が見えないっていうか、うん。勝つためにやってるんだろう。勝つためというか、まあボイコットをするのどういう気持ちでやってるかわかんないけどね。勝つためにやってるんだったら結果が全てやと思うからね。結局監督変えても選手変えても、どうなんだろうね。ガンバなんて選手いないわけじゃないと思うけどな、普通に。どうにかなりそうなのがちょっともどかしいんやろね、そもそもね。最近ずっと良くないしね。確かに。アナーサーさん、こんばんは。フロンターレやガンバーと共に今年は耐えようと思います。まあでもそういう年もあるよね。うん。それを受け入れるかどうかってまた難しい話なんでしょうけどね。1年ね。マリノスのゴールキーパーイクラさん、マジか。すごいね。もうそこら辺、コナミさん、コナミね、宣伝あんま上手くないよね。監督ギャンブル。ギャンブルやからね、本当に。やってることほぼパチンコとかと変わんないもんね。マジで。うん。マジで、まあ、運も、運っていうか、なんていうんやろうな。まあ、わからんけどね。その、確信を持ってやってるんだったら、まあ、それはそれで、それで結果出たら、よくやったって思うんやろうけど。繰り返してでもね、その、進んでるわけじゃないっていうのがね、そもそもね。しのいでるだけだからね。それで強くなりましただったら納得すると思うんですけどね。うん。あ、変えてよかったねってなると思うけど、仮にまあ、しのぎました。で、また次の年になって、また監督辞めました。また残留争いに巻き込まれました。で、またしのぎましたってなってもね、強くはなってないですからね。その、ギャンブルに成功してはいるやろうけど、一応。成功ではあるんでしょうけど、大成功ではないっていうのがね。もどかしいよね。で、毎年それしたら、そりゃしんどいよね、応援してる方ね。そりゃしんどいと思うわ。応援してる方もね。やってる方もしんどいやろうけどね。みんなしんどいよね。アーディブチャンネルさん、おつゆです。ガママリノス VR。でも、ガンバも今日負けたやばいやろ。もう一試合じゃ戻れなくなるやん。今日負けたらちょっと嫌だね。せめて一試合で追いつくぐらいのところは、にはいないとね、しんどいね、メンタル的にも。最近の試合あんまり見れてないけど、ガンバ宇佐美選手が扱いづらい選手の、あ、どうなんだろうね。でも今日スタメン外れてたよね。なんかさ、イメージやけど、ガンバが勝つってなったら、だからもうそれこそ宇佐美選手が点取って勝つしかないんじゃないの。だからそれがうまくいかないかな。なんか脇役とかの選手じゃないじゃん、どう見ても。ねえ、タイプ的に。宇佐美選手と親中するんだったら、宇佐美選手が活躍して勝つ未来しかないんじゃないかなと思うね。なんか、脇役に徹して、どうにかこうにかうまく他の選手決めて勝つとかいう未来よりも、ねえ、それこそ、ね、それなりにまあ得点上げて勝つっていうのが理想なんだろうけどね、使うんならね。脇役とかが似合う選手じゃないよね、どう見ても。それがうまくいかないんだったらもうスタメン外すしかないんだろうね。要は仕事ね、点決めるっていう仕事がを与えてそれができるかどうかみたいな。
10位以内、今日は行かない。行くにしてもね、多分ね、月火曜日とかじゃないかな。まあまあ、種目見て選ぶけどね。僕、正直ね、フォワード強くないから、そもそもこの、まあそもそもこのスコアラッシュとか、シュート本数、まあシュート本数はまだいいんやけど、得意ではない。イクラコールああ、そっちね。イクラ先生、なんかあったの ?VR。接触欄がしたの。ガンバ今後の J リーグのためにも監督変えないでほしいんですよね。結局、ウサみたいな工場を生かしてたら、洋式サッカーが日本。なんかその選手頼りとかじゃなくてってこと?なんか、難しいよね。その、まあ、いいも悪いもその選手次第みたいになって、なると、まあそのね、その選手がまあ活躍すればいいんやろうけどね、もう運命共同体みたいになっちゃうだからね。ほったチーム力で勝つのが、あ、75、いいね。いいんだろうけどね。あ、ガンバのコーナーキックか。そういうことね。みんないくらしたいんかと思ったよね、つって。ほっ。いや、隣うぜえ。やめてくれ。知念選手やったら、なんか、いいわ。いいわ。許すわ。隣でも。知念選手、ウィングついた適正。あ、ついてるね。左ね。なんか運営、あれやね、なんか適正の付け方早くなったね。結構なんかシビアに付け出したね。まあ、それがゆえにディフェチ下がってる選手とかもいるんやろうけどな。今まで許されてきたところが。いい要素だけにしてほしいだぞ。だから悪い。なんか悪い要素まで別にそんななんか急がなくていいんやけどね。今までなんかちょっとラグがあったところがラグなくなってきてるもんね。だそれこそ菅井選手とかがね、すぐ下がったりとかさ、サイド主戦になったの見てさ。今までだったらそんなことなかったもんね。放置してた。1年後ぐらいだよね。1年後ぐらいに、やっとなんか、まあそうだよね。1年ぐらいやってたら下がるよな、みたいな感じだったのに、今もうすぐ下げ出すからね。適正追加はいいと思うね。うん。特にウィングはね。井上志音選手ワンチャンピス、そう、よかったの?井上志音選手どっち?横浜 FC の?井上志音選手もさ、もともとヴェルディやったよね。の時やっけ、グレードめっちゃ上がったにな。そのなんかちょうど、まあ、Jクラあるあるだと思うんすけど、まあ、Jクラあるあるっていうか、まあ、Jリーグの個人昇格がちょうどそのタイミングなんやろうけどね。うん。多分そのまま残ったら次のシーズン85以上だろうなって選手が結構個人昇格して伸びきらずにくすぶるのはよく見るよね。J2 から J1 行っちゃってね。うん、なんかもどかしいよね、あれ、正直。J クラやってたら。なんで、あと半年ぐらいいてくれればな、みたいな。あるよな。海外移籍もそうやけど。せめてあと半年いたらな。グレード高いカード出るのにな、みたいな。それこそあれだと思うよ。まあでも、まあ、マシか。まあでも熊本から個人昇格した選手はみんな限定で85超えてるもんな。まだマシだね。そこは運営さんの優しさなんかな。熊本組はまあみんないいか。まあ川原選手ぐらいまでいったら落ちないけどな、そもそも。 J2 の選手でピックとかに限定でなる選手とかはもう間違いなく落ちないからね。 J1 個人昇格してもね、85以下はないもんね、大抵。まあ、34位やけどさ、これさ、開いてんの?開いてるね。なんか昨日より全然開いてるな、上と下が。早い時間で。土曜日だからかな。僕もペース早いもんね。だって、
もう200万ってさ、昨日と一緒だもんね。昨日の100位ボーダーがさ、昨日てか今日の、まあ、14時か。210万いってなかったぐらいもんね。もういってるもんな。11位以下のベストゴール券、数パーですかね。僕は 5% と思って引いてるけど、5% どうなんだろうね。マリノス、松健退場、松原健選手。ドグソですか。ドグソしたの。おい。レフリーが試合、荒れてんの？そんな荒れてんのか。そんな荒れてんだ。ベルディ神戸横浜、ああ、そっちの井上選手ね。よかったんだ。井上選手確かキラ持ってなかったかな。持ってるような気が、記憶がなんかうっすらあるんですけど。あれ持ってなかったかな。売るとかはないと思うんですよね。あのレベルの選手。売らないと思うんやけど。特にピンチでのファールじゃないですが、イエロー、あ、そうなんだ。フラストレーション溜まってんだ。難しいよね、レフリーもね。カード出しゃいいって問題じゃないやろからな。ただ、出すとかしっかり出さないといけないしね、難しいよね。井上俊吾選手、キラ持ってなかったかな。バインが入ってんじゃないかな。多分。入ってないかな。なんかキラ当たった記憶あるけどな、うっすら。違うかな。なんか当たった記憶あるけどな。キラやったら多分ここに入ってるはずなんよな。多分。ないかな。ないならいないね。いなそうやね。当たってないかな。井上選手の、あ、でも僕ね、あれなんですよ、思い出したわ。僕あれいつやったっけ、あれいつやったっけな。めちゃくちゃ大暴走してミキサー回した時にワンチャンやってるかもしれんな。あれいつやったっけ、だいぶ前よね、あれね。2年前ぐらいかな。僕一回ミキサー試写会じゃやったよね。腹立って。あれの時にもしかしたら犠牲になってる選手がいるから、僕はちょっとなんか、あれって思うことがたまにあるのかもしれない。キラの選手でも普通にやったもん。あの時だけ。あれ以来一回もやってないけど。一回やったんですよ、僕そういえば。あの時にワンチャン犠牲になってるかもしれんね。植え付けてたらね、キラを。やってるかもな。たまにいるんですよね。あの選手持ってるよなと思う選手持ってない時って、多分そこでやってんだよね、僕。多分井上俊選手のキラーとか持ってたら多分結構前のはずやから、やってる可能性あるな。なんか記憶はうっすらあるんやけど。でも誰ミキサー混ぜたかまで覚えてないもんね。もうめちゃくちゃ暴走したもんね。100枚ぐらいかけましたからね、ミキサーに。何の時やったっけあれね。なんかのレギュラーのミキサーにめちゃくちゃぶち込んだよね。腹立って。特攻なさすぎて。21後半とかかな、多分。21年後半とかじゃないかな。後半のレギュラー始めぐらいの時に、なんか特攻がなくさすぎてイライラして、やったんよね、一回。もう知らんっつって。で、結局ね、20回ぐらいやったんですけど、20数回やってると思うんやけど、一枚しか虹出なかったんだよね。めっちゃ覚えてるわ。レアンドロ選手のね、レギュラーがポンって出てきただけでね、あと全部爆死したよね。めっちゃ反省したもん。二度とこんなことは起こしてはいけないっつって。戒めたもんね、自分の中で。マジで反省したもん、あれだけは。
なんか自衛クラやっててそんな落ち込むことないけど、マジで落ち込んだもんね、配信した後。うわ、やっちまったと思って。反省したけどね、あの、暴走癖は治らないですけどね。あの、ちゃんとあの、なんか本当にやっちゃダメなことは やらないことにしたわ。なんかその場のノリでやっちゃダメだな、つって。いい方向に向いたことないんでね、暴走してそもそも。大抵なんか、悪い方向に行くからね、ああいうの。みんなやんない方がいいよ。なんかそれの戒めで今結構広く撮ってるのもあるんだろうね。なんか取り返そうとしてるよね、でも自分の中で。まあ単純になんか特攻欲しいっていうのもあるけどね、ライブ楽にやりたいっていうのもあるんやけど。ね、まあレギュラーから残しとけばね、拾える選手増えるしね。マジで一回ありましたからね、暴走ミキサー事件が。J の審判采配はバスケ見習うべきでは、ちょっと、ああ、時間巻き戻したりとか、バスケできるんだ。物言いつけれたらいいんじゃないかなと思うよね、サッカーね。納得しそうよね。なんか、もうチャレンジ権1試合1枚でもいいから、与えればいいのにね。したら、多分、フラストレーションたまんないんじゃないかな。野球のチャレンジ的な感じでね。なんか、納得いかない判定って結構やっぱあるじゃん。見てても。多分現場もそうだと思うんですよね。それに対して一石投じるような権利があればね、いいのになと思うよね。イエロー1枚出した選手で危ない場合には次やったら2枚目出すよってクワンクション。ああ、まあそうね。2枚目のハードルは高い方がいいんじゃないかなと思うよね。確かにね。まあなんかそうなってそうな気もするけどね。本当に悪質なやつはダメだと思うけど、なんか、ギリギリのラインは、まあ2枚目だからって言って多分出さない時もあるじゃん。まあ圧倒的にダメなやつも出すやろうけど。そこのハードルが低いとなんか、それはそれでなんか、ってなりそうよね。退場かよ、みたいな。まあ退場イコール重い罰やろうからね。あ、ストーブさんこんばんは。ボーナス表示が出てても消費15だと発行ってその、どうなんだろうね。まあ、でもね、僕前試したことあるんですけど、なんかね、僕のイメージね、今はちょっと、もうだいぶ前試した時は、僕も結構なんか試したことあるんですよ。15と20どう違うんかなって。なんかね、感覚、15のね、と20の落ちのね、感じは変わんなかったんですよ、当時はね。ただね、あの箱の良さにね、なんか差がありそうな気はしたんですよね。数えてはなかったんやけどね。なんか体感でよ、なんか、たまたまかもしれんけど、なんか15の方、銅箱、銀箱、まあ、金箱が要は少ないみたいなのはあったぐらいで、ドロップ率はどうだったかな、まあ、2分1ぐらいはあったんじゃないかな、ボーナスつけてたら。体感的にね。最近はあんま気にしてないですけど。箱の中身の良さはやっぱ真ん中ですかね。20と25そんな差ないんじゃない多分。多分ね。真ん中はでもまあ、落ちはまあ3分の1ぐらいですかね、箱はね。多分。ボーナスのとこもね、なんかね、そんなにね、前よりは落ちなくなったような気がするけどね。ちょっと僕もやってるけど。前はね、なんか2分1ぐらいで落ちてたけど、今3分の1ぐらいじゃない？なんか箱の落ちやすさ。あんまなんか欲は感じないんだよね。前の方がなんか落ちてた気がするけどな。カメラいっぱい、そうね。カメラいっぱいあるのにね。あの設備あるなら、もっと運用考えてもいいんじゃないかなと思うよね。まあ、始まってある程度まだ日、ね、そんな年数経ってないから、これから改良していくんかもしれんけど。大丈夫、しあれるよね。そうなんだよね。なんかレフリーが目立つ試合は良くないよね。まあ、いい意味で目立つこともあるやろうけど、大抵、悪い目立ち方しかしないからね。それくらい褒められることない立場やろうから。大体誤審とかだもんね。誤審がありましたとか、審判目立つとき。
さばけてないとかね、まあ、マイナスのイメージ多いもんね。現状7日間で30万コインペースですが、お気に入り85件狙うか、特攻プラスお気に入り70件80件。お気に入りの85はでも結構価値高いと思うけどね。どうなんだろうな。なんか僕のイメージですけど、お気に入りか。まあ僕、まあチームによっては正直僕は80件でもいいかなと思う派だけどね。どこで引くかによるかな。結構上位クラブ、まあ上位クラブってビッグクラブで引くんだったら80件でも85件でもなんかそれなりに80件から拾える選手うまかったりするからあんまり差は感じなかったりするけど、まああと80件の方がなんかね、グレード高い選手当たりやすいような気もするしね。なんか80のが結構好きなんですけど、まあお気に入りの85件はあんまりでもまあ普通の85件よりはなんか高いとこ引きやすい気がするけど、何コインなんかな、そもそも。あ、お気に入りじゃなくてここの85件ってこと？お気に入り85件。お気に入り85件ないやろ。あ、これか。フォーカスドプレイヤー券のことかな。30万やから。前お気に入り85件なかったっけ、そもそも交換所に。なんかあった気がするけどね。なかったっけ。フォーカス券が30万か。なんか高い気がするけどな。なんか高い気するよね、30万コインは。僕はお気に入り券派かな。どっちかっていうと。僕はお気に入り派だな。これね、ゴシンウィークって言われた時、皮肉にもね、そんなに続いた時あったの。まあ、連鎖するんかな、ああいうのって。悪いものは。八分さん、ごめん、いらっしゃい。だ、悪いことって連鎖するから、まあそういうのもあるか。なんかすげえ1試合でゴシンメダね、1節でめっちゃゴシンあったわみたいなありそうやもんな。たまたまね。大迫選手めちゃくちゃ調子いいね。今日で2桁乗ったんやろ。めちゃくちゃいいよね。もう2桁ですって。得点をまっしぐらじゃん。よう決めるね。毎試合ゴール決めてるイメージあるもんな、本当に。今日でもレイソルよく追いついたな。終わりそうな雰囲気あった中で。次元特攻画面いいよ。はい。 115% 2人、 110% 2人、 50% 1人、 10% 10%。 三田選手めっちゃ引いてんな。いいけど残すから多分。関突4人プラス三田選手が多分4突ぐらいで、あと全部引いたまんまかな。手ぐらいですかね。引いとっか。キラ来いよ。こんね、最近グロから。うわー、前さんのキラ欲しいなマジで。そろそろ。なんで大体持ってねえんだよ。不思議、七不思議でしょ、こんだけアビスパやってんの。なんで持ってねえんだよ、そもそも。持ってるだろうと思われてそうやけど。持ってねえんすよね、僕は。なれだと分かっててもガチャ引いてしまう、そして爆死。そのループはね、どうしてもあるよ。ただね、そこから抜け出さないとね、J クラはね、難しいんだよね。イベントやったがいいもんね。本当にね、ガチャやるべきなのは基本的にはもう特攻取るときかおまけ目当てだろうな、普通は。
それかよっぽど回せて、なんか確定枠、確定のとこまで回せて、誰かしら強いのが絶対手に入るみたいな時ぐらいやもんね、賢いのはね。ただね、そうなんですよ、分かっててもね、それができないのが人間なんですよ、正直な話ね。それが分かっててもね、できないんだよね、人間は。引いちゃうんだよね、ふと。佐藤龍我選手、いや今日惜しかったよ、マジで。今日惜しかったけど、西川選手のファインセーブに阻まれました。初得点。匂いはしたけど。あ、金来た。また来たー、来ました。もう金からも 30% ぐらいの確率落ちてるんじゃないでしょうか、あなた。また来たよ。顧問権のためにやってるみたいになってるやん、もう。6枚目やろ、これ。さあ、1日3枚ペースを継続しております。素晴らしい継続力だ。そして、ストイチコフ選手はいらない。これは売る。すげえ、めっちゃ出んな、マジで。調整率間違ってんじゃねえかな、本当に。やってるだろ、これ。やらかしてるでしょ、多分。そしてボックスがパンパン。マジで多いな。多すぎやろ。調整してくれ、むしろ。調整率間違ってるって、本当に。これ、おかしいよ。1日3枚ペースは異常でしょ、これ。1日1枚ペースでいいでしょ、せめて。これマジで、でもワンチャンさ、ここまでやっててさ、周年にさ、これ TS 復刻戦やったらさ、マジで拍子抜けすぎるよね。多分復刻するでしょ、これ。さすがに。復刻早いんかな。周年で復刻来そうよね、どう見ても。もうこれでこうやったらびっくりするよ、僕、正直。で、多分やけど、TS 用の、違う、周年用の TS も出るはず。誰が来ると思う？結構いい選手来ると思うよ。でもジーコがそれなんかな。いや多分違うよね。多分6月も TS 誰か来るでしょ、これ。今頃遠藤選手急いで作ってんのかな。 MVP 取った選手をもう出すという腹くくって作ってたら尊敬はするね。うん、多分ありそうよね。6月の19までやろう。ってことは6月の、そうね。だから、多分31からライブやから、6月6日ぐらいやろ？だ6月の、まあ、10日前後とかに来るんじゃねえかな。TS ね。誰だと思う？多分来ると思うよ、誰か。か忘れた頃に来そう。途中からジョエチマ来たの。マリノスの中盤熱いよね。渡辺選手、木田選手、千葉選手で回してるんやろうけど。山根選手もいるしな、若いね。選手層熱いね。ガンバエンドあるかな。作ってたら尊敬するよね。よくやったってなるやろうな。だって遠藤選手出すんやったら今出さないと正直もう旬じゃなくなるからね、その話題的にね。別にカードとしては別に価値あると思うんやけど、その中身によるけど。自分的に今シーズンの限定で金畑以下の質が悪すぎてガチャすら、いやいいと思うよ。いや貯める時も試したがいいよ。どうせだってパネストも来るし、周年も来るし、まあ言うて J クラって多分節目の時にガチャすればなんとかなるし。ガチャは福岡やべえやろ、あれやばいだろ。まあ知らない人の説もあるかもしれんけど、いややばいだろ、さすがに。日本でよかったなって感じだろね、あれ。海外とかやったらマジで袋叩きにやそうやな。日本まだ治安がいい方やから。よりによってなんでトスなんだって感じ。一番着てきたらいかんやつを着てきてるから。トゥーリオとか本田圭佑ってオチならずっこけるしやるな。
本田選手はでもあれよな、なんか年末っぽいよね、イメージね。あるならね、去年の金畑以下でも塩谷とかすごく魅力あったのに、そういう選手が見つからない。塩谷選手グレード落ちたね、88だったね。でもあれフォーカスだからかなと思ったけど、どうなんだろうね。だって今回のフォーカスはもうショルツ選手のためにあったフォーカスとも言えるし、なんならあの若手のブレイクしそうな選手たちをなんかとりあえず85以上で出しとけみたいなあれやったね。ちょっと去年と違うよね。じゃあ2段の方が期待できるかもね。じゃあ2段の方がいいんじゃねってなりそうやけど。6月19から来る。周年前やし。てかもう単純に6月の、だから5月の19っていうことは、5月はさ、その、まあ言ったら前半だから普通はさ、まあ大体そうね、1週間早く12ぐらいで大体ね、普通に限定だけとかやったら切り上げるとこわざわざ6月19にしてるってことはなんか来るね。さすがになんかあるな。何もないわけないよな。そもそもよくよく考えたら。TS 誰かな ?6 月は。ウサミ出てきて一瞬でイエローライチ説に。ええー。出てきたの?ガンボ終わった?天気見られたの?去年の TS 復刻の時、サブでひたすら貯め続けた7000万も一気に使って TS スターサムにしました。確定のコイン。いや、いいよ。そうそう。そういうのがいいんだよね。だから、バモって結構溜まってくれば来るほどね、逆に引くタイミング難しくなると思うよね。その、例えばさ、2週分とか貯めました、どこで2週するってめちゃくちゃ悩むじゃん。でも1週だったらなんかそのノリで行っちゃってもさ、また貯めればいいかってなるけどさ、貯まれば貯まるほど行けなくなるよね。で、まあその行けなくなってた時にめちゃくちゃ行きやすいガチが来るかどうかっていうのは結構運やったりすると思うんだよね。タイミングにもよるしね。まあ、この前、去年のね、TS のあのコインのやつとかだったら引けるもんね。今年偶数説あるね。今年あるよ。今年偶数かもしれん、フォーカスは。なんか一段の面々はちょっとなんか思ったより違かったね。僕はもうちょっとなんか、それなりになんか去年とかから結構がっつり成績残してくる選手で、まあ、少なくとも、ピックアップとかはもうがっつり固めてくるもんと思ってたからな。全然違かったね。長戸がえぐい迎えてな。フリーキック。今出てない選手で嬉しい人いるかもしれないけど、自分は能力、スキル、ボーナス戦でしか評価できない。でもなんかあれなんだよね。例えば、フォーカスとかもそうやし、限定の種類とかもそうなんですけど、まあ言ったら、早めに出るよりは絶対後ろに出た方がいいし、っていうのもあるから、フォーカスとかは、その、どこで出ても、目玉になる選手だったら早めに出ても嬉しいんですけど、なんかさ、ほら、出る時期によってワンチャンさ、めっちゃ強いカードで出んじゃねっていう選手いるじゃん。そういう選手が結構前倒しに今回なってるから、なんかどっちかというと去年はなんかその、前の方に出しまくって、後ろなんかスカスカになって、なんかね、能力ば、あのグレード爆上げみたいなの見れたんですけど、今年はどっちかっていうと、多分、まあその最後はどうしてもね、手薄にはちょっとなるやろうけど、去年ほどではないんじゃないかなと思うよね。7段ぐらいやっても、ある程度なんか、そんな段数になんていうかな、選手差がないっていうか、ネームバリュー的にね。なんかある程度安定してそうやけどね。出だしがあれなら。去年も頭っから、去年も1、2、3段ぐらい見た時点で絶対もう玉切れになるようなと思ってて見てたけど、案の定なんか6段、7段になったらね、あれみたいな感じだったもんね。そうなるよな、みたいな感じでめちゃくちゃ突っ込んでね、毎段毎段なんか、3選手、4選手ぐらいバンってビッグネーム出てたけど、今年はなんかそうでもなさそうやね。2、3人ぐらいで済ませそうやね。なんか均等に来そう。なんかすげえ、なんか波はなさそうよね。なんかある程度の
一定ぐらいの評価で出そうやから、そんな無駄なさそうやけどな、このままいけばね。どっかで急にめちゃくちゃ選手出してくるかもしれんけど、このまま一段の感じぐらいでいけばムラなく。でも後ろの方がグレード乗るからね、後ろで出た方がいいはいいんやろうけど。ああ長戸選手そんないいゴール決めたんだったらワンチャンあるんかな。長戸選手も伸びないもんね、グレードね。完全にそのまま溜まって、そう難しいんだよね。溜まりまくるとどこで使うかマジで悩むだろうな。間違えれないもんね。間違えたらさ、その間違えるっていうのはなんていうんかな、まあ例えば欲しかったやつが引けなかったとかではないんだけどね、引くタイミングはまあ無難なのはね、おまけ狙いで引くのが一番無難だよね。そんだけ溜まるとね、選手カードというよりもなんか確実に手に入るやつに重きを置いて数で数回すっていう。同意な。動画が増えましたね。28。でもこれ圧倒的昨日よりペース早いもんな。どこまで行くんやろこれ。怖えよ。みんな結構頑張ってんかな。不謹慎かもだけど、今年は海外から誰か帰ってくるのがちょっと楽しみなんですね。まあ、夏場、なんか結構帰ってくるよね、毎年ね。誰やろうな。誰が帰ってくるやろうね。原口選手とかワンチャンじゃないの、あっこら辺は。柴崎選手とか。あるんじゃない、彼らは。あそこら辺の選手たちじゃないの、年代的にもね。横浜 FC サポの皆様、マリノス応援中ですかね。まあそうだろうね。うん、ライバル関係ではあるやろうけど、今日ばっかりは応援するんやない、さすがに。だってね、今日マリノスが勝てばとりあえず1試合分は空くってことやろ。勝ちで4ぐらい開くんでしょ、言ったら。でかいよな。これが引き分けとかでね、一応1試合で追いつくぐらいのね、とこだったらまだなんか、全然違うもんね。勝ち点4か勝ち点3か。差は、でかいよな。一節で詰めれない差が開いたら、ちょっと怖いね。絶対、2週間かかるからね。まあ、まだ、そんな焦らんやろうけど。ガチャ券試したけど、あと10日しかないやつとか引いた方がいいですか ?31 まで待てないやつは引いてもいいんじゃない、とりあえず。次31やからね。次だけ短いよな。2週間ないもんね。早い。順位が50位台から動かないっす。詰まってんの、そこら辺が。でも差的にはそうか。付近は詰まるからね、どうしてもね。逆にここら辺まで来ると、マジで人抜けないもんな。差がえぐすぎて。今何日やっけ？今日で20日やから、今日で20日やから、12?11 か。ん ?21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、30。11日やない。残り12日かな。12日表記のやつは大丈夫なんじゃない ?11 日表記のやつが時間によってはワンチャンアウトなんじゃないの、多分。12まで、12以上はまだ持ってるんじゃない多分。
リアルなところで三好遠藤、遠藤選手ってマリノスにいた選手、若い三好選手って確か J クラ出たことあるよね。僕なんで見たんやけど、代表やったかな、アンダー代表のやつ見たんかな、なんかでカード見たことあるな。ケンユ選手のね、ケンユ選手はさ、あれじゃないの、あのなんかセレッソの時やったっけ、あれのね、なんかね TS とか出たらね強いカードいきそうよね。タイトルとかあれかな、ベストイレブンとかそういうのがあればね、ベストイレブンとかなんか表彰を受けてたらワンチャンあるんやろうけどね。元マリノス、じゃあ多分僕の想像してる選手と一致したわ。ワンチャン間違ってる説あるからね。多分一致した。でもそんなまだ海外行って経ってないんじゃない ?2 年ぐらいとか、2、3年ぐらい。J クラウンにいたよね。僕はちょっと始めた年に行ったぐらいじゃないの ?3 年ぐらいかな。三好選手は初期のスーパーノバか。なんかで見たよ、僕。三好選手のカード。三好選手ってちなみにどこ?昔。あの、鹿島とかですか?鹿島とかなんかだっけ?なんかカード見た気がする。代表以外もなんか見た記憶がちょっとあるなぐらい。もう玉井選手メーカー見せたから古いやつとか。若い選手もでもあれだな、本当は帰ってきたくないだろうな。ある程度やりきって帰ってきたいんだろうけど、まあしゃあないよね。しゃあなしだもんな。判断23のカードが、あ、遠藤選手だった。三好選手のカードなんか見たことある気がするけどな。札幌か、川崎札幌なんかで見た記憶あるけどな。気のせいかな。あれ、なんかで見たぞ、多分。2019年半年くらいマリノス。マリノス過去クラブリンクめちゃくちゃ強いな、そう考えると。帰ってくるとね。三好選手ってさ、僕見たことあると思うんだよな。代表いない？代表カードなかったっけ ?2020 のさ、これ。ここにいない？いるんじゃない？いないか。あれ、なんかで見た記憶あるけどな。あ、いるやん。あ、これ見たことあるよ。そうやな。僕、アンダーで見たことあるよね。ほんとやん。札幌マリノスフロンターレでした。これちょっと待って。ボナセンキーピーじゃん。高速ドリブルキラーパス。三好選手オリンピック出てたの。あ、オリンピック出てた。最近の。あの時か。あれ何時やったっけ、オリンピック。リオやったっけ。あれ、スペインに負けたの何やったっけ、最近オリンピックあったの。あ、東京か。東京だよね。あれ、東京やったよね。東京オリンピックサッカーあったよな。あん時いたの？久保くんの泣いてる姿覚えてるわ。なんか東京オリンピックの時って僕、何してたっけな。ああ、ミラティブで配信してたんっけ。なんか東京オリンピックの確か試合さ、もう見てたんだよな、配信しながら。YouTube ではないね、多分。
21年でしょ。21年ってことは、そうやね。YouTube 配信してないね。天気メスさんだ。今何歳ぐらいってことは、今20、じゃあもう、4、5ぐらいってこと？今。油乗ってるやん。いい年頃じゃないの？サッカー選手として24、5。4、5ぐらいかな。天気ミスター。まあ、オリンピック監督がみんな忘れてるだろうけど。オリンピックなんかありましたっけ？オリンピックでスペインに負けたよね。オリンピックの時って監督森保さんやっけ？森保さん兼任してたっけ？アンダーも。なんか森保さんの時は森保さんやったよね、多分ね。もうかすかにしか覚えてないけど。もう2年前のことやからね。そもそもオリンピックをさ、そんなにしっかり見てなかったんだよね。なんか結果とかはなんか見てたけど、あんまりなんか覚えて、だからなんだろうね。あんまり覚えてないんだよね。正直なんか、どのスポーツも多分そんな覚えてないんだよね。東京であったのにね。なんでやろうな。がっつり見てなかったな。そうよね。負けたよね。スペインにも負けたよね。スペインに3位決定戦負けたんやっけ。ん？スペインと決勝、スペインと準決勝に負けたんやっけ。なんかスペインに負けたのはすごい覚えてるわ。いい試合やったもんね。延長まで行って、とかやってね。それだけ覚えてるわ。それだけ覚えてます。はい。異様に。そこのシーンだけはなんか覚えてるけど。誰が出てたとかあんま覚えてないもんな。まあ、それなりのメンバー出てたんやろ、僕。ワールドカップはまだ覚えてるけどね。月間 MVP のライベは何日くらいからですかね。月間 MVP のライベ31からやと思うよ、次。スペインが準決勝やったっけ？ 3 位決定戦ってどこでしたの？どことしたっけ？お、全然覚えてないや。スペイン戦はなんかめっちゃ、スペインってやってたの、やって負けたの覚えてるわ。うん。その時配信して見てたもんね。めっちゃ夜遅くまで配信して見てた気がするけど。延長回っつって。準決勝でスペインに負けて3決でメキシコに負けたんやっけ？そっか。メキシコと試合したとこなんて全然覚えてない、僕。どうやって負けたかも知らないもん。スコアもわかんない。え、全然覚えてないな。え、見たんかな。え、見たのは見たと思うんだけどね。なんでだろうな。なんか全然覚えてないな。スペイン戦。あ、スペイン戦じゃない。メキシコとやったことなんて覚えてないな。マジで覚えてない。そう、久保くんがね、なんかめっちゃ号泣してたのはなんか見た記憶あるんだよね。じゃあそこばっかニュースで多分使われてたからやと思うんやけどね。単純に。堀井はうちのインタビュー。内田選手？内田選手もなんかインタビュアーとして浸透したね。そう、そう思うとね。引退してからね。なんかどっかの監督とかしないんかな？指導者とかね。今指導者やってんのかな？ 31 からパネスト。多分ね、パネストじゃないと思うけどね。多分エンブレムかトロランやと思うけどね。あ、エンブレムじゃない。厚さぽかな。みんな気づいた？告知来てたの。なんかウィークリーミッションとあとまた入れ回るらしいっすよ。また入れ回イベント来るぞ。なんでその入れ回させんの、頻繁に。忙しいんだって。マスメディアで。ねえ。する暇ねえよって。マスメディアと入れ回やめてくんねえかな。まあ、そんな暇な人はいるやろうけど。マジかよ。入れまくるらしいっすよ。やる暇ないよね。本当に。どうしよっか。いつやればいいんだよ。一日なんか休息日かなんか取ってやんないといけないの、もしかして。ゴリゴリに。嫌なんすけどね。ディサル当たったらいいんやけどね。一日ぐらいサボっても。後悔なし。
当たってなかったらサボれないから。全体的に特攻上がってるよね。うん、昨日と同じくらいのペースで走っても順位が結構下がってる。今日はね、上がってるだろうね。まあ、やってる人が多いのもあるんかな。休みの日っていうのもちょっとあるかもしれんけど、現に僕も特攻160ぐらい上げたもんね。160ぐらいありました、昨日から。160以上上がってんね、下手したら。いや、160ぐらいかな。昨日何歩でやってたっけ？昨日360ぐらいやってたと思うよね。今日520やもんね。でもね、まあ、100位以内やったらね、回数でなんとかなるもんな。10位はきついんかもしれんけどね。しかもメキシコとはグループリーグで戦って勝ったのに3決戦しっかり対策されてます。そうなの。きついな。メダルあれなしはでかいよね。マジで。3位と4位の差はでかいな。しかも自国開催でね。マジで一歩国間違えたら処罰されるレベルやからね、多分自国開催で。ね。よかった。日本平和な国だよね、そう考えると。寛大だよね。なんかマジでやばい国はね。まあ、どことは言わんけどさ。ガマ負けた。マジか。今日マジで応援しなかったの。応援する場所、応援する感じに競ったところあったでしょ。ボルテージ上がんなかった。盛り上がらなかった、必然的に。31日のイベント報酬はね、月間 MVP 来るよ。4月の。ファンマと、ドーグラス・ビエイラ選手が。特攻ゲーすぎて、まあ、それに落ちる。まあ、特攻ないと何もできないからね。何もできないって言ったらあれやけど、まあ、圧倒的な特攻ゲーではあるからね、マスメディアは。つまんないよな。やるかやらないかだもんね。飯倉選手が出るってキーパーってさ、一森選手かさ、オビンナじゃないの？なんか結構なんか併用してたイメージあるけど、そこに飯倉さんも入ってきたの？もしかしてキーパー先生。激戦なの？マリノスのキーパー事情。まあ、高岡選手いなくなったのが一番痛いんやろうけどさ。いいね、グロ40からキラ欲しいな、1枚ぐらい。今回。7日間うちに。タイムズゴーさんお疲れっす。さすがに予選免除の大会でメダルマストのところ見せ、だから日本のサッカー界で成長してるかしてないかよ、弱がらんよね。あんま成績変わんないからね。まあ、で難しいですよね。海外との差を埋めようと思ったら、それ以上に成長しないといけないのからね。埋まっていかないからね。同じぐらいの速度じゃダメよね。いつかサッカーがね、ほんとなんかそれこそさ、メッシみたいな選手が日本から出てきたらいいね。マジで。まあ、正直、じゃあ誰か代わりいるのって言われて。外国人監督連れてくるしかないだろうね。なんか実績ありそうだね。外国人監督連れてきても日本代表うまくいかないからね、結局ね。最近2チャム見るようになって勝ってるの多いし。2チャムもね、よくやってるよな、あの戦力で。絶対足りてないもんね。特にバッターは。まあでもあれじゃないの、今、金蓄えてるやろうから、どっかで勝負してくるんじゃない？新庄体制、集大成。いつになるか分からんけどね。野球最近見てない。今日野球やってたね、テレビ。チラッと見たけど。選手確実に成長してる。ああ、まあ確かにね。まあビッグクラブとかで。
確かにね。まあ確かにそうな、まあ、それこそ三笘くんとかねすごいもんね。久保くんもね、これの選手たちが全盛期に、まあ、次の大会だよね。だからね、次のワールドカップはもうベスト16じゃダメでしょ、さすがに。もうベスト4ぐらい行ってもらうと、ベスト A、 とりあえずベスト8行ってほしいね、とりあえずね。森谷さん選手に助けられてるしか見えない。ああ、なんかよく言うよね、あの監督よりも選手の方が海外経験積んでるからみたいなやつでしょ。それは一理あるよね。だって世界の最高峰のサッカー見てるの選手の方だもんね。体感してるのはね。だからその体感したせいが今多いから、その人たちがまあそもそも監督世代ぐらいになった時にまあどうなってるかがちょっと興味あるよね。ね、まああと10年後ぐらいかな。あと3大会後ぐらいのワールドカップでどうなってるのか、日本人の経験は意味があったのか、まあ、そういう監督を添えるかどうか知らないけどさ、世界を見てきた意味あったのかっていうのはあるんかな。まあでもそれこそでももうあれか、もうでも俊介が40何歩ぐらいの時代だから、もうワンチャン代表監督しててもおかしくないぐらいの年齢か。でもあのサッカーじゃ竹いけないですよね。あー、レアルソシエダの中心選手やもんね今ね。実は次の大会から大会、あ、なんかめっちゃ増えるんやろ枠が。なんかすげえ出場国増えるみたいな話あったね。あー、それあれなんだ、上も、あ、そっか、行きにくくなんのか。あとは協会の体質が変わらんときついですね。うん。誰が会長になるかだね、次。誰が会長になったらいいんだろうね。まあでもね、難しいよね、なかなかね。世界の壁は厚いやろうからね、どうしてもね。いつか超えてほしいね。とりあえずベスト8に行ってほしいね。優勝とか言わないから。4年で一歩ずつでいいから登っていってほしいよね。アジア予選は国内組に任せていいと思いますけどね。勝ち抜けるやろね。てかそこで勝ち抜けなかったらね、悲しいよね。あれ、金箱落ちないなあ。あ、いいね。回復薬無いに。300万ぐらいいくかな、ボーダー。まあ、明日も休みやから別にその中、あれやけど、話しとかないときついとかないけど。ではメイ40位まで行きましたが、コイン5万2500しかたまらず、平日はそこまでしかできないので、僕もね多分2万コインぐらい交換して、今日まあ同じぐらいもね、多分僕も5万ぐらい、5万3、4000ぐらいないかなぐらいやったね。無理だね。無理だね。うん、無理ですよね。1日5万ぐらいだったらいけるけどね。だからまあフォーカスの券ぐらいは届くと。あ、でもさ、1日6万やったら6、7、42やから3万コイン届くよな。あ、いが、間違ったかな。まっちゃん45万いけたかな。45ならいけたんじゃねえかな。失敗したかもな。とならないように当てるわ。ワンチャンいもうちょっと準備したらいけた説あるな。ワンチャン45万届いてた説あるかな。
ライト券で5万使っちゃったからな。結局45万円って50万集めることになるからな。やり方間違えたかな。でもあれだもんね、あのコイン集めようと思ったら、あのメインエリア以外のとこもしっかりやんないといけないのが辛いよね、むしろむしろね、辛いんだよな、それが。それが辛いんですよね。メインだけね、毎日100位以内入ろうと思ったら楽なんですよね、多分。そんなきつくないんだよね、別に。普段イベントやってるぐらいやれば入るから。全然きつくないんだよね。だからメイン外をやるのが結構大変よね。エリア選んであればそんなね、そんな苦労しないかもしれんけど。ポジティブなことだけ抜き出すと、伊藤のところが堂安なり久保になるから汎用性が上がる分攻撃のバリュー。ああ。冨安がディフェンスリーダーになるからラインコントロール。まあ、ある意味あの世代のね、そのまあ結構世界で活躍してる選手たちがどれぐらい通用するかだよね、次。まあ、でもフォワードはやっぱ大事だよな、どう見ても。まあ、守備はなんか意外と様になってたと思うからな。点取れるか取れないかのね、瀬戸際がね、やっぱ得点力だよね。そういう意味でね、やっぱね、フォワードで点取れる選手が抜けてくればね、誰か。今古橋選手が一番近いんですかね、そういう意味では。すげえストライカーが出てくればね。宇佐美が泣いててかわいそうです。辛いやろな。どうなるんだろうな、その最悪じゃん。ボイコ応援団とね、そのまあその分からんけどどうなるか。なんかいろんなとこに亀裂入って空中分解みたいなのは最悪だからね。左サイドバックいないんだ。結局何対なんだったら 2-0? 来ねえな。松本選手。はい。松本選手。で、これでまたパンパンになると。マエさんのグル余ってないんかな。マエさんのグル余ってないっぽいね。この前使ったか。マエさんは別にグル貯めなくていいんだけどね。あの、更新する気ないからね、あんまり。よっぽどいいやつ当たんないと更新しないから。気軽に混ぜれるんですけど。そして金 EP チャレンジをやれるんですけど。いや、同 EP いらねえんだよ、クソ。やめろよ。やめろよ。プラスでも嬉しくないからね。銀だったらプラスでも許せるやんけどな。はい。これでまた2枠に戻ったな。いやー。どこまでやればいいんだ。26まで来てしまったな。100万差か。みんなどんぐらいやってんの？ロビーさんいるやん、ここ。29か。やってるね。京セミさんが今10位なんだ。5%。まあ、翔也さんも頑張ってるね。食らいついてるね。狙ってるな、今日な。300は超えそうやからね。まだまだ やっとかないとな。もう監督変えるしかないんかもね、ガンバね。どうなんだろうね。2-0 か。日焼けのバーチ生き残った。決定戦いけた。やるやん。
2回連続耐えたか。秋元選手、そういえば今日早変わってたね。あんなもん今日なんかえらい早変わってたな。そういえば、プロサポです。ガンバにも横浜 FC にも負けてつらいです。いやでもいいよ、ちゃんと勝つとこ勝ってるからね。でも川崎もちょっと苦しいね。まあ怪我人がね、そもそもね、多すぎ問題あるやろからな。ちょっと苦しいよね今シーズンね。前さんのグロ1枚残して食わせた方がワンチャンあるんじゃないですか。あ、グロ同士で、いや、まあ、それもしてもいいんやけど、枠食うからできないんだよね今。枠拡張したら僕もね食わせないんだけどね、普通に枠欲しいから今食わしてるんやけど、枠が増えりゃねそのことしなくていいんやけどね。コレクションさせてくんないからねグローリー。菅原選手の成長 OR、 冨安の代わりに入れるセンターバック、あー左サイドバックって確かに誰って言われてもピンとこんな。左サイドバックってもともと誰やってたっけ。長友選手とか、あそこら辺代表って左サイドバックって、酒井宏樹選手とかできるんかな左。オーバーエイジ的にあれか、厳しいのか、年齢が結構ベテランが多いんかな。お気に入り券3枚と銀ドースパ金銀ホイッスル取れればと切り替えました。いいと思うよ。うん、何交換しようかな。北金、おおお、お気に入り40グロじゃないか。もう顧問券よりこっちの方が全然いいよ。こういうの欲しいよな、もっといらんもの入れやがって。いらんもの入れやがったせいでね、くそ。前もっと落ちてたんすよこのお気に入り40とかね。マジで軽く2桁ぐらい落ちてた気がするけどな、それなりにやったら。そんなマスミではがっつりやったことないですけど。元鹿島の町田選手本当に頑張って。町田選手もね、あと1年いたらね、 J クラで結構強いから出そうやったけど、ね、海外行ったもんな。あれもあと1年いたらよね。ちょうどなんか青津のね優秀選手とか選ばれてのすぐ行ったからな。次の年いたら多分グレード90何歩ぐらいの限定で出てそうやったけどな。秋元はスタミナ化け物の途中交代はめったにないです。そうよね、あんまないっすよね。なんか今日めっちゃ早く変わってたよ。後半の結構早い段階で変わってたような気がするけどな。意外やったね。でも今日目立ってたかって言ったら目立ってはなかったような気がすんな。うん、確かに。まあでもあんま良さ出なかったんかな。秋元選手って今日どこで出てた？左サイドバック？右かな。左だったら今野選手と対峙してるからそこがあれなんかな、良くなかったと思ったんかな。まあ、結構仕掛けてたけどね。確かにそこがあれなんかな。ガンマ横浜 FC に負けて次のリーグ勝ちは嫌なのか。下位チームね。だからむしろ下位チームからしたら対川崎はちょっとなんか意識して見てるかもね。そこに気づいてる人はね。あ、そうか。酒井豪徳選手がいたのか。そっか。あ、そうよな。確かにずっと酒井豪徳選手出てたよな、代表で。代表引退したの。その次がいないのか、じゃあ。ああ、カシーフね。カシーフどうなるんだろうね。
まあ、戦術的なあれかな、うん、なんかそういう感じなんだろうね。今日裏見てて思ったのは、うん、結構いい選手はいいね。やっぱ守備は硬いね。守備硬かったね、やっぱね、予想通り。まあ正直塩試合かなと思ったんやけどな、案の定塩試合だったね。なんか大差でつくような試合に ならなそうだもんね。裏当てやってて見てて思うけど、あんまなんか動きそうな雰囲気ないもんね。今日なんか、まあ、正直まあ1点ゲームかなとか、そういう感じするよね、やっぱね。なんかいつも引き分けてるイメージあるしな。あんまなんか大差ついて勝ったとか負けたとかないと思うよな、最近。ルバンか。ああ、ボボンチャレスお疲れです。マリノス勝ったらしいですね。よかったね。長戸選手がなんかね、いいフリーキック決めたでしょ。あ、ロビさんこんばんは。秋元、あ、怪我か。怪我か。あれ、酒井選手も怪我してるの、今。あ、それ見なかったもんな、そういえば。あ、怪我なんだ。マジか。それは心配やね。重くないといいな。でも、月間 MVP 違いの、来ないでくれ、走りたくなっちゃうから。渡辺龍馬選手はね、これシビアなこと言うとね、正直ね、スキルマッチはしてないよ。ボレーは。ただ何が来るかは、まあ、その他の2スキル。だから、樺山選手みたいな感じで来ればいいんだけどね。カットインプラス B シュートとか、まあ、B カットインプラス A シュートとかが来ると、ボレーで1枠潰れてもいい。よくはないけど。よくはないけどいい。渡辺龍馬選手は、まあ、取りに行く価値はグレード的にはあると思うな。99なんてなかなか出ないと思うんで、さすがに。特別表彰の良さだよね。そこら辺常連とかじゃないからね。価値はあるだろうね。価値はあると思うし、まあ、なんならまあ、それなりのいいスキルはつけてくれそうやけどね。ゴールキーパーの鈴木選手使えないレベルで西川選手が劣る。本当よな。キーパー王国だよな。鈴木ザイオン選手、今年出てないのまだ。カップ戦とか出てるんかな。まあなんか、どうなんだろうな。実戦経験、まあ代表とかでは積んでるやろうけどね。うん。代表とかでは積んでるんだろうけど。J で出てるのは見ないもんな。たまに見るぐらいね。西川選手が良すぎるよな。J クラの評価低すぎるよ、マジで。硬すぎだろ。硬すぎるよ。うん。もっと上げていいと思うけどな、グレード普通に。金畑級やと思うけどな。全然。ザイオン出しちゃうとですね、ああまあ薄くなるのか。キーパーってあのチームって言いますからね、なんか言うよね。大変やろからね。キーパーね、怪我するっちゃするもんね。結構接触プレー多いからね、ゴール前ね。予備戦力ないとね、いざね怪我した時とか怖いもんね。プロサポとしては次のルヴァン浦和だから酒井秋元いないのでかいけど俺フロンターレ今季11回で0勝マジか。でもいつか勝つよ、生き続けたら。でもある意味レアなんじゃない、フロンターレって結構勝つじゃん。負け試合の方が見れないやろからね、今年レアだよ。まあでもね、フロンターレもさ、あの若いさ、センターバックのいい選手でできたんでしょ？ね、アンダー代表入ってるね。いい発掘もあったやろからね。いいよね、若手のいい選手ね。
宝箱からなんか来ないかな、そろそろな。飽きてきたな、さすがにここまで周回すると。すげえ飽きるねやっぱね。2日目ですけど、1週間やれないでしょこれは。これ毎日きついね。毎日100以内でもきついもん、なんなら。うん、平日とかたまったもんじゃないよね。僕もだいぶ最近動画前倒しで作ってるんですけど、作れるやつ多いんで、今日ももうストック3個ぐらいあるやんけど、一応。だからその言ったらさ、どっかでさ勝負かけないといけないじゃないですか。動画作ってる暇ないですよ多分。ストック足りないんだよな。あと2、3本欲しいよな。2日分欲しいからな。足りないですよね。高井くんセンターバック怪我人続出で出番もらえたの良かったですね。うん。高山さん、海外にトライ。まあ、海外が怖いよな。確かにフロンターレね。海外流出、まあまあまあ。それはね、まあ、嬉しいことなんでしょうけど、選手的には。チームとしてはね、戦力維持大変よね、やっぱね。板倉みたいになりそう。板倉選手もね、もともと川崎だもんね。でもスポーツ界ってそう考えるとやっぱうまく回ってるよね。誰かが怪我します、誰かが出てきます、だもんね。ちゃんとね、大抵出てくるもんな。ちゃんと回ってるよね。初日63位でレレ金取れたんで最後。マジですか、マジでいいな。僕ちなみに今日62位でレレ外しましたよ。クソが63位やった。順位1個間違えたか。うわぁ。そういうことですか。僕今日多分62位やったと思うよ。惜しい。僕がその63位取ってても当たった保証はないですけど。ポジティブに言うんだったらあと1個だったな。いいなぁ。僕もね、本当は初日でも取ってね、もう今日触れまえる予定やったんですよね、本当に。ほんと今日フレ当たったら今日ほんとフレマやってやろうかと思ってたんよな。だ逆にこうなったら1日で当たんなくてよかったなって言いたいから、ここからのドロップとかからめっちゃいいカード欲しいんですよね。そしたら許せるじゃないですか。あ、よかったみたいな、当たってなくてよかったなって言えるんやけどな。そのルートがなんかあんまり期待できなさそうなんですよね今回。もし MVP ダメでドロップのお気に入り券で伊藤選手と考えてほしいと。いや、あると思うよ、全然。あるある。お気に入り券はもう、超夢券ですからね、本当に。ワンチャンあるある。川崎は気前よく選手出すけど、補充できてないがもう、だ谷口選手の穴が相当でかいんだろうね、やっぱね。今までなんとかしのいできたんやろうけど、さすがにあんだけ抜けると、きついよな。選手もだいぶいなくなってるもんな。僕が J クラ始めた時も何人海外行ってるんで話だからね。 4,5 人いないよな。 4,5 人いないはずやもんな。少なくとも僕が J クラ始めて 4,5 人ぐらいいなくなってるはずやから、そらきついよね。うん、そらしんどいよ、そら無理よな。裏は大体アジアに持っていかれてるので、もうなんとかなるです。アジアね。まあアジアも。なんか最近さ、ほら、サウジアラビアがめっちゃ、なんか金使ってやってるやん。いつか日本人マッチ流れていくんかな。もうヨーロッパじゃなくてサウジアラビアに行くんじゃない？そのうち。石油マネーってやっぱやばいんだろうね。そう考えると。やばいんだろうね。金持ちすぎやろ。90位くらいにしましたが、11時過ぎに通行の値打ちを貸しました。しゃあないね。それがあるんすよね。僕もね、今日ね、朝、昨日夜中の
2時3時ぐらいだったかな、まあ3時ぐらいか、まあ日付変わったの見たもんな、3時ぐらいまでやって、で寝て起きて、まあ大丈夫だろうと思ってたんやけど、意外と詰められててちょっとやったんですけど、まあやんなくても取れたと思うんやけど、まあちょっとやったんやけど、まああのまま寝てたらワンチャン僕もその寝過ごしてたら取れてない説あるもんね、まあ、ギリ取れてるか取れてないかぐらいやったと思うんやけど、200万以上は言ってたと思うんやけどね、昨日の時点で。今日子供たち関連のバーベキュー会に参加してたら案の定100周1位ないかみんな忙しいもんな。そんなね、リアル都合とかが重なると無理だよな、1日1日のランキングってね、マジで予定入れらんないもんね、ほんとね。旗手三笘、田中碧、谷口、森田選手、5人か。そうよね、5人ぐらいいなくなってるよな、全然いないもんね。そうね。でもなんかさ、ほら川崎の選手の川崎選手って結構なんかちゃんといいカード出たタイミングで行ってるイメージあるな。 J クラ的にはなんかそんなになんかうわーっと1年いればなとか、その1年いたら評価上がってるんやけど、ある程度評価上がっていってるから、なんかそんななんか変なタイミングではないような気がするんだよね、 J クラ的にはね。森田選手はでもまあ結局代表で強いの出てきたからね、まあもうちょっと本当はいれば多分次の年とか上が、まあ森田選手は上がったろうな、まあみんな上がってるやろうけど、それはまあでも三笘くんとかね、ある程度上がった後に行ったからね、結構カード持ってる人もいやろうけど、まあ旗手選手はね、もう青津で青津のあの88持ってる人多いやろうし、森田選手はもう1シーズンいたら結構もね、グレード上がったろうな。田中碧選手もまあそうかな。谷口選手はもういいもんな、もう十分もう谷口選手はもう十分。そういえば昨日湘南のタリク見ました。おお、タリク選手もなんかあれだね、今年どうなんやろな、一時期結構試合出てなかったの、今どうなんかな、タリク選手どう、多いな。でマジでライト券落ちないな、1枚もね。なんでな、ライト券本当に落ちないぞ、1枚もマジで落ちやせん。あと3枚、まああと3枚ぐらい欲しいですね。なんでライト券欲しいかって言ったら、ワンチャンディサロキラーチャレンジしたいんですよね、僕は。キラーって7分の1でディサロじゃん。ね。普通にね、ディサロキラーチャレンジしたいんですよね。なんなら。基本の質問ですいません。次の限定はいつになりそうですか？キャプテン終了後ですか？31日ですね。5月の31日にね、更新が来るんですけど、そこで来るよ。だからあと、10日ぐらい。もう1週、2週間ないぐらいね。5月のね、暮れに来ます。何が来るかな？プレメかな？プレメっぽいけどね。どうなんやろね。プレメじゃないんかな？いやでも結構ね、熱い限定来る可能性全然あるんですよね。ストライカーとかガーディアンとかも全然あると思う。うん。周年が何になるかちょっとわからんけどね。あ、来た！おー、ほら！落ちるんだって。そうだよな。僕、一時期、マスメディアのことを、ビクトリーロード、アッシュって呼んでたもんな。ビクロ、実質ビクロじゃんってやってたもんな、一時期。そうよな。落ちるんすって、お気に入り40グロはね。いいんすよ。顧問権が邪魔してただけなんだよな、多分。顧問権が悪いよ。うん。環境荒らしてるわ。マスメディア箱の環境荒らし出したからね。明日からもう調整してほしいわ、マジで。落としすぎだろ。それか嫌がらせのように僕のとこだけ落としてきてんのか分からんけど、出すぎだろねえ。僕も6枚ですよ。1日3枚ペースよ。ちゃんと着実に1日3枚ペース。このままいけば20枚落ちちゃう。
タイムスリップ顧問券20枚もいらないんだけど、本当に。まあでも、あっこからワンチャン香川選手のキラーとか、乾選手のキラーとか抜けたらいいけどね。それはそれで美味しいけどね。残り5分50位まで、おまんさくらい詰めたところで通行のり最悪やね。タイミング悪いよ、つってね。いい朝、こんばんは。率直なんですが、コイン集めてお気に入り引き換えするのは、ひたすら周回するしかないです。そうね、毎日、ライベというか、そうね、エリアの、そのランキング報酬とか、そうね、3エリアして3000枚もらったりとか、うまく駆使して、取るしかないね。あとも試合の時のこの報酬ぐらいかな。あゆずみさん、お疲れです。以前より10位以内厳しくなってる気がします。いや、僕もなんか単純計算したけど、結構なんか厳しそうよね、10位以内ね。根気詰めてやらないとなんかきつそうやもんね。だからさ、あのマスメディアの性質上さ、その中央が例えばさ、ほら、ねえ、月間券当たりました、2枚とも取りました、はい、離脱しますのシステムじゃないからね、緩くなんないやろうからね。みんなやっぱコイン欲しいやろからね。ありがとうございます。コンササポなのですが、宮沢金、そうね。金子選手はね、多分ね、そのうちなんか来ると思うよ、いいの。サイド系よりもね、真ん中よりの、多分いいカードがね、どっかで来ると思うんですけどね。金子選手ワンチャン月間系チャンスとかありそうやけどね。調子いいからね。今年どっかでとかありそうやけどな。表彰系もね、あるもんね、可能性ね。なんなら結構熱い方よね。可能性高い方やと思うけど。どっかでまとめてガンって来てほしいね。コンサドーレは結構今年は得点取ってるから、月間系はありそうだけどね、どっかね。そういうか、浅野選手とかね、結構チャンスありそうやもんね。100位に入るには何馬も必要ですかね。馬もだけで言ったらどんぐらいだろうね。単純に、その1試合どれぐらい稼げるかにもよるんですけど、例えば、そうね、昨日だったら、210万ぐらいやったと仮定して、これで、まあ、1試合例えば1万5000ぐらい稼げたとしましょうとしたら、140試合しないといけないわけやから、で、これに25かけて3500やから、ここで割る、まあ、大体自分の GP がまあ120ぐらいやったとして、120で割ったら 29.1 やから、かけ5で145だから、200番もぐらい多めに持ってたら、200番もぐらい取れるんじゃない？あ、でも分からんね。ボーダー上がってるからね。200ぐらい見てたら、まあ、いい勝負になるんじゃないかな。と思うけどな。僕、どんぐらい作ったんやろね、昨日。200、特攻値が多分、400、300、400ぐらいで200番ぐらい取れそうやけど。100位ならね。ライト券一番僕持ちない。ライト券以外のものはなんかそれなりに満足してるけど。もう早いうちは欲しいんよな。後ろになればそんな気にならないけどね。もう特攻乗るやろうから。いや、僕あれやから。日曜日の月曜の朝か。に、入れまコインでお気に入り券交換して僕は裏でショルツぶち抜くから。僕はショルツぶち抜きますわ。うん。して特攻あげるわ。見ててよ。奇跡起こすから僕は。ショルツぶち抜き事件を。起こしますわ。そろそろなんかあってもおかしくないと思うんやけどな。マジで。どこかな。事故ってくんないかな。お気に入り券から。マジで勝率欲しいな。今欲しいね。特攻上がるな。
ジで嬉しいけどな、当たったら。今まさに1日105、まあ大体でも多分それぐらいだよね、みんなね。まあ特攻値によるんやろうけど、多くても300バムぐらいじゃない多分。多くてもね。300見とったらいいんじゃないかな。カバヤマディサル欲しいけど、マリサポとして角、ああ、角選手ね。お気に入り券とかから狙いそうやけどね、88やったらね。なんならもう85券からワンチャン緑蹴ったら、全然あるしね、88。ガチャのピック狙いに行くのもまあなしではないんやろうけどね。88までは比較的引きやすいですからね。88超えるとちょっとハードル上がるかな、やっぱ。93超えるともう未知の世界。まあ当たんないだろうなって。お気に入り券ぐらいしか当たる気しない。今回でも確かさ、なんか2周目のさ、後ろの方のピック確か93とかになってたよね、グレード。あれ結構でかいんじゃない？あれ93以上ってみんなあれだよね。ピックアップ選手ってことやろ？ピックアップ選手ピックアップされてるって結構珍しくないですか、ガチャで。なかなかないと思うけどね。特攻10しかない。あれだね、多分初日のあれでしょ。初日のライト券、あの、1枚もらっただけで、ね。マスメディアはマジで特攻ないと何もできないわけじゃないけどね。まあ、集会とかね、箱あさりの、とかはできるんですけど、それを果たしてやるべきかと言われたらちょっと難しいもんね。と時期も時期やしね。まあ、パネストが多分後ろに控えてるから、それやったらパネストやった方がいいんじゃないってなるしな。非常に難しい時期でありますね。あんまおすすめできないよね、今の時の特攻持ってない集会は。真ん中狙ってなんぼだもんね、基本は。300万いったね。どうだろうな。まあ、一応ダブルスコアぐらいか、今。50と。まあ、50じゃないからね、この下やからね、僕は。結構みんな頑張ってるやん。新庄さんもやってるやん。偉いやん。ロビーさんもやってるもんな。みんな結構上にいるんかな。翔也さんもいるもんね。すごいね、みんなやってるね。300で足りんかな。洋泉さんもいるな、ここ。ペース的にどんなもんすか。まあ、京泉さんが10位なんか。636って今どんぐらいだったっけ。こうペース的に1時間でどんぐらい稼いでるんやろな。計算してみよう。636万か。今経過どれぐらいしたっけ。9時42分ってことは3456789、7時間。ああ7時間か。7時間と40分。割るならしてみるか、単純に。ああ、いやでもあれやな、1時間で80万ぐらいやってんの？すごくね？これ特攻600%とかでもこれフルで回してもきついんじゃないこれ。マジかよ。寝れないじゃん、本当にこれ。寝た人負けみたいになるやん。10位狙うなら寝れない説あるな、マジで。やばい。やばいよ。すげえな。すごいね。みんなの何をそんな奮い立たせてんのかすごいな。Jクラのライブって鬼畜だね、そう考えるとね。枠が狭すぎるだけないけどね。枠広げてくれよな、本当にそろそろ。もういいでしょう。今回も20枠あったらだいぶ違うよね。倍ぐらいしてくんねえかな。マジで。それだけね、人増えたんかな。人が増えたかどうかどうなる。まあ増えてはいると思うけどね、単純にアクティブユーザーはね、増えてはいるんだろうね。ライブだって明らかにきつくなったもんね。昔とかめちゃくちゃ楽やったけどな。走ってるって感覚なくても普通にね、それなりに順位取れたもんね。初日寝たので順位漏れた。
寝たら漏れるよね多分ね。そうシュートスコアはねそもそも差がつかないんだよね。しかもその僕ちょっと不利なんだよね多分。僕フォワード強くないからね点取れないよねそもそもそんなに安定しては。だからセービングとか、うん、そっちのとこかな勝負来るとしたらね。セービングで勝負行きたいけどね。セービングって真ん中来るっけ？来ないならもう無理やけど。で、真ん中ってラッキーアニマルみたいなの来るっけ？ウィーコルで言う。あの、宝箱って来ますっけ？真ん中。完璧運要素のやつ。あれ来たらさ、あれとかどうしようもなくない？正直なし。あれさすがに真ん中にはしないよね。鬼畜すぎるよね、あんなね。マジでフル手回しても、運で取れない可能性あるからね。さすがにないよね。あと真ん中って何が来るの？パスとかかな？パスとかスキルとかは来るんかな？真ん中。僕あんまマスメディアの真ん中気にしたことないもんね。何の種目来てるとか。あ、ちなみに明日は見れるよね。明日何になってるの？明日は何が来ますか？ちなみに。パスとかかな？どこで見れるんやったっけ？どっかで見れたよね。こっからやったっけ？違うね。なんかどっかで見れたんやけどな。メニューからやったっけ？あ、スケジュールか。パス！パスか。運要素来てないか。さすがに来んよね。そこまで鬼畜じゃないよな。やばいよね。運要素とか持ち込み出したらね、マジで。あ、そこを狙うの笑うけど。宝箱真ん中来たら笑うけどね。それはそれでカオスやろうけどさ。おもろいんやろうけど。わっちゃんマジで運悪すぎて取りこぼしあるよね。めちゃくちゃ特攻持ってる人でもね。逆に、普段だったら厳しいだろうなっていう人が取れたりするの。まあ、それでもまあって面白いんやろうけどさ。一日一日の本当の一発勝負だったらいいんやけどね。その、トータルで7日間あるうちに運要素ぶち込んできたらさすがに怒るわな。真面目にやってる人ね。それさすがに批判買いそうやもんね。そこはさすがにやんないんだ、J クラ運営でも。J クラ運営やったらワンチャンやりそうな気がするけどな。急に、はい、宝箱です、とか言って。宝箱はさすがにないか。明日パスか。パスね。パスか。嫌いではないし好きでもない嫌いでも好きでもないけど一応パス用のあれは組んどかないといけない。パスがあるってことはスキルもありそうやね。ってことは何で回ってんのあれ。シュートスコアパススキルセービングが来るんならセービングまで入ってんのかな。 EP があるか。 EP の日は僕マジでやりたくないんやけど。有利不利で言ったら不利やもんね。絶対10位以内とか狙いなもんな。まあ、100位以内やったら狙いそうやけど。EP は控えめでいこう。EP の日サボろっかな、なんなら。めちゃくちゃ不利なわけではないけどね。100位だったら別に不利ではないか。100位だったらいけるな。10位は絶対無理やな。僕言うて1試合多分コンピューター相手に80万ぐらいでもね、行っても。まあ、もっと行くときは行くやろうけど、まあ、平均多分70万ぐらいじゃないかな。圧倒的不利。下手したらね、クラちゃんでいうさ、多分、その、代表クラス級の人とかからしたら、多分ダブルスコア以上やもんね。さすがに戦えない。セービングが一番いいけどね、やりやすいけどな。セービング真ん中来ないんかな。セービングの時注意狙おうかな。セービングが一番行きやすいけどね、多分。まあ、ある意味、この差のないやつはね、100位取りやすいけどね、安定するからね、それなりに。損得もそんなないしね。さあ、この回復分ぐらいでやめときますかね、今日は。ちょうど10時ぐらいね。やっぱ2時間半ぐらい回したら300万までいったね。予想通りだ。僕今日配信始めた時どんぐらい言ってた？
2時間半ぐらい配信してるやろ。ポイント見てみよう。どれぐらい稼いでるんやろ。単純に気になるよね。110万ぐらい。2時間半前で110万ってことは200万は稼いでるってことか。ペース的にどうだろうね。200万割る150。これで1分か。いや、違うな。250万。あ、違う。200万割る150したら、で、これで60かけたら。やっぱ80万だわ。やっぱ1時間80万ペースなんだ。配信してても。きつ。無理じゃん。無理じゃん。普通に寝れないじゃん。マジか。やべえじゃん。もうマジで撮れないじゃん。下手したら。これ休日撮るの無理くない？休日撮れたらもう寝ない覚悟で行くしかなくない？有給取るしかなくない？こんなの。こんな休みの日無理でしょ、普通に。寝れない、本当に寝れないやん、これ。僕の特攻じゃん。確か、シュート、スコア、パス、スコア、シュート、スコア、パス、スコア、シュート、スキル、EP。あ、じゃあ、セービングないんだ。EP が最終日なんだ。絶望、絶望ではないけど、まあ、でも6日目までどっかで勝負いかないといけないんだったら、まあ、それだったら別にスコアとかで勝負いってもいいんかな。うん。なるほどね。やっぱ1時間80万ぐらいなんだ。ってことはやっぱ1時間で40試合ぐらいやってるってことやね。うん。40試合以上やってるかもな。恐ろしいよね。そんな目いっぱいやっても届かないとかあんの？マジか。すごいね。600万足りないんだ。600パーはいるね。520じゃダメ。520じゃ足りないね。いや、ガチャ回したくね。本当に。ガチャ回したくないんですけどね。いや、特攻足りないのかな。明日パスか。パスはちょっと勝負いきにくいね。でもね、安定して、まあ分からんしね、自分がどれぐらい稼げてるかな。さあ、そもそもこれもね、あの箱からドロップしないんだよね、ライト券が。マジで限定券でもいいんやけど、落ちろよな。落ちねえから飲んねえんだよな、特攻が。これ以上乗らないんすよね。よしってことで、あ、そっか。お気に入りどこで引こっかな。誰かグロ欲しい選手いるかな。いないんだよな、そんなに。お気に入りめず、難しいね。アビスパで引くかな、もう。アビスパでキラ狙おっと。上の方。純粋にアビスパ狙うわ。前さんのキラ欲しいもんな。おい。前山、山岸ダブル巨頭のキラお願いします。おお、佐藤涼雅選手いいね。佐藤涼雅選手のグロは欲しい。ないねー。いや、来ねえなー。いいね。いや、いいんだよ。それはありがたいんですけど。ありがたいけどさ、保管できないんだよね。まあ、セリア裏でやっとくか。ちょうど500か。
ということで皆さん、今日も10時までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、本当にメイン頑張ってる人もいると思うんですけど、ぜひ、まあ、くじけずに頑張りましょう。僕は明日、また、限定券勝負するわ。限定券。普通のパーセンターで引くわ。2日目は引きます。ということで、お疲れした。じゃあまた明日。明日フレマークだと思うんでね。引いてるはずなんでね。はい。明日もマスメディアワークしないでいいように頑張ります。ということで、じゃあ、こんなもんしときます。疲れました。お疲れした。明日、フレマークで会いましょう。バイバイ。